皆さんごきげんよう。歌う幽霊花よらかのんです。こんばんは。というわけで本日はジャックジャンヌ折巻鈴くんのルートを目指してやっていく夏公演編です。はい、2週間ぶりぐらいになりましたけれども、こんばんは。夏公演の前、2、3週間前ぐらいのところから始めていきます。よろしくお願いいたします。で、今回からなんですけれども、既読スキップ機能をね、活用していこうかなと思います。なので、ま、未読ストーリーと、この後のね、夏公演の公演本番の、あたりのシーンを中心に読んでいくという感じになります。これもちょっとじゃあ固定ツイートで出しておきますね。よいしょ。はい。それからね、もしかしたら今回で、ジャック・ジャンヌ初めて見るよっていう方もいるかもしれないんですけれども、その方は、既読スキップしてしまうので、全然ストーリーがわかんないということになってしまうかなと思うんですが、まあ、ぜひ、初見プレイの方のね、アーカイブを、ご覧いただければと。まずね、お先にそちらをね、見ていただければと思います。では、よろしくお願いいたします。ふーむ？あ。はいはいはい。ちょっと最初読んでみましょうかね。どの辺のシーンだったかを思い出せたら、既読スキップ使っていこうかなと思います。どの辺のシーンだったか分かんない間に終わってしまった。ネジ先輩、あと17日です。はい、16日。相変わらずランニングマンしております。今日もジャックをやるには身体的なハンデがあると思ってた。はいはい。でも私の周りには男として参考になる人たちで溢れているんだ。そうだね。いやもう男前ばっかりやからな。カイさんから学んだように、自分に足りない部分はみんなから学ばせてもらおう。あー、誕生日でジャックジャンヌをやっと買った。素晴らしい。やりましょう。勉強させてもらおうかな。あ、これ選べるのか。これはあれ、でもこれはさ、さすがに鈴くん選んでいい？今回。さすがにっていうか、まあ、全部の選択肢、このルートでは、このセーブデータでは全部の選択肢、折巻鈴で行くっていうことに決めてるから、じゃあ折巻鈴で行きましょう。鈴くんにしよう。鈴くんは、スロー、クイック、クイック、スロー。おぉ。スロー、スロー、スロー、クイック。クイックスロー。これって何ですか？なんかダンスの練習か何かなのかな。そうちゃんと社交ダンスの練習してる。クイックスロー、スローってやつは、私社交ダンスってやったことがないからわかんないのよ、ね、クイックルワイパー。鈴くん、ちゃんとそうちゃんのことリードしてる。おお。夏公演の稽古に入ってから鈴くん上達が早いな。個人賞を取るって目標も大きいのかもしれない。クイック、あ、ごめん、音外した。おう、じゃあ手前のステップから。おお。はあ、相変わらずだな、ヨナがそうしろ。はあって。楽しそうだね、おとりくん。げ、おとり。その程度のダンスで失敗してどうする。これだから最低の見本は。おい、うっせえぞ。ヨナが真面目に頑張ってんだよ。あと、なんで俺らが間違ったらすぐ気づくんだよ。俺らのこと見張ってんのか。見張ってるでしょうね。な、何よバカなこと。僕が見たその瞬間にお前たちが毎回きちんと失敗してるだけだ。同期の動向なんて一切気にしていない。あら、ツンデレ。なんだ立花、お前も僕がお前たちのことを意識していると勘違いしているの。わざわざそこまで言われたらもうそうとしか考えられんやんか、これ。大体なんでジャンヌのお前がジャックを。おい、ついでみたいに立花にイチャモンつけるんじゃねえ。かわいいやんけ。大鳥の野郎、しつこいったらないわ。ごめんね鈴くん、元はといえば僕が。元は大鳥だ、大鳥。あと俺が言いたくて言っただけだから、お前が気にすることじゃねえよ。まあ大鳥はそうでないとね、困りますよこっちが。仲間に何かあったらすぐ助けてくれる。せやな。
長谷倉先輩が困っている時すぐにフォローしようとする向井に似ているかも。ルイスさん、あなたが原因ですね。長谷倉先輩は対ヨーロッパの交渉資料を上司に提出する予定なんですよ。足止めしないでください。あ、この辺ちょっとなんだか良くなった気がする。これまだ。おい立花、リードスキップをつけてても読めてるってことはこれ 初見のあれだよな。もうだいぶ遅いぜ。ストーリーだよな。そろそろ寮に戻んねえか。ほんとだ。うん、戻ろう。遅くなっちゃったな。本当はもっと早く声かけようとしたんだけどさ、すっげえ集中してたから。あ、稽古見てたけど向井の雰囲気変わったな。長谷倉を助けようとするシーンめっちゃ共感したわ。向井くん雰囲気変わったね。仲いいやつが変なやつに絡まれてたら助けたくなるよな。こんばんは、まあ、今来た方々。長谷倉が絡まれてる変なやつは俺がやってるルイスなんだけどよ。そうなんですよ。でもあんまり変なやつとは思ってないけどな、ルイスって。向井の気持ちが伝わってきてすげえよかったぜ。あー怖え。お前コツ覚えたら上手くなるの早いからな。負けらんねえわ。頑張りましょう。折り曲げアップ。これってさ、親密度イベント2までは行ったよね。3って秋公演以降とかなんだっけな。どうなんだろう、タイミングがまだ謎だな。はい、今来た方々こんばんは。今日は休日です。はい、ではすずくんいるかい。いない。すずくんいない。すずくんいないな。どうしよっかな。そんな時はあおちゃん。3は秋以降か。オッケー。ひたすらにあおちゃん誘っていく。あ、これあれか、見たことあるやつか。あ、踊るやつだ。一緒に我らグレートガリオンをやろっか。はい、一緒に。じゃあなんか我らグレートガリオン一緒にやろうよみたいな話になるやつですね。でダンスを前回やったのか。じゃあ歌唱で言ってますか。じゃあ歌を教えるね。グレガリオ、グレガリオ、グレガリオ。かわいい、なにこれ。まあ確かにそういう曲なんだけどさ。男は壮大な夢、うま抱いて後悔に立て、女はそんなに綺麗、荒ぶる大波に乗れ。なにこれ、え、すごっ。うまいし、なんか最後の方のなんかこの気の抜けた感じが出てんの。男は壮大な夢抱いて後悔に立て、女はそんなに綺麗、荒ぶる大波に乗れ。かわいいこれ。うしょうみちょっと、あおちゃんを見てちょっと笑っちゃったのね。ごめん。釣られちゃってつい。釣られちゃったね。でもやっぱりうまいな、キサちゃん。中学でも音楽の授業抜群に上手だったもん。ああ、そうだったんだ。やっぱり運動会の女子のダンスでも目立ってたし、かっこいいな。とにかく青にはユニベール入学の資格がないことが分かりました。あおちゃんにはあおちゃんのもっとなんだろう、才能がどこかにあるよ。分かんないけど、キサちゃんってやっぱりすごいんだよ。男の子たちの中でもちゃんと稽古や舞台についていってるわけだし。うーん、男に混じって稽古や舞台って結構大変だと思うわ。体力的にもそうかなっていう。絶対ぶち壊しだもん。まあでもなんか可愛がってくれそうではあるけどな。あお、まあ結果はこんなですが、
キサちゃんとユニベール歌劇に挑戦できたことは楽しかったよ。素敵な思い出。いやしわ。いつかまたやろうね。次はもうちょっと簡単な曲で。なんだろう、一番簡単な曲ってなんだろう。ジャックジャンヌで、なんかむずい曲ばっかりな気がするけど、歌唱においては。はい、お出かけ。これは鈴くんいる。オッケー。立花。おお、立花。あ、鈴くん、お疲れ様。ここ空いてるから座れよ。うん、ありがとう。鈴くんも休憩中？さっきまで紳士服の店でスーツ見てた。紳士服？ルイスの参考になるかと思ってさ。なるほど。向井に合いそうなスーツもあったぜ。そうなんだ、気になるな。鈴くんも舞台の参考にいろいろ見て回っているんだね。まあな、舞台やるたびに知らないこと出てくるからさ。それに同期が頑張ってるんだから負けられねえじゃん。え？お前だよ、お前。俺すげえお前のこと意識してんだぞ。向井、どんどん良くなってるしさ。お前が良くなればなるほど、夏公演が楽しみになってくるわ。あー。淡色がゆっくりだからちょっと簡単か。いやー、あの曲むずいと思うけどな。ランニングマンの前に寝る。まあでも、まあ、簡単かっつったら、あの辺ぐらいだよな、スピード的にはな。一番むずいのなんだろう。あ、私は、僕は。じゃあ、ルイスが許せないの方で言ってみますか。ルイスが許せない。ルイスさん、あなたはいつもそうだ。キサちゃん、本気で怒ってる。向井、長谷倉先輩を軽んじて自分の優秀さをひけらかす。誤解だよ向井君、俺は事実を言っているだけだ。無自覚ならなおさらタチが悪いです。ビリビリ。エクストリーム残具難しそうだね。確かにビリビリ来るな。おお。惜しいったらねえな。惜しい。白間さん、馬鹿げた勝負ですが、受けてもらえませんか。ルイスさんの思い上がりを打ち砕かなければ気が済まない。どうしたんだ、落ち着け向井。お前らしくないぞ。僕は冷静です。かっこいい。すごいな、キサちゃん。キサちゃんしっかり仕上げてきた。お、表現が上がった。今来た、こんばんは。ジャックジャンヌで一番好きな曲か。なんだろうな、鈴懸かな。一番最初の新人公演の時の衝撃があったからね。はい、というわけで力を貸してくださいで言ってみましょうか。力を貸してください。ああ、任せときな。特にネジさんはね。分かっておりやす姫。取ってやろうぜ、個人賞。 あったわ。曲名がね、まだね全部覚えきれてないんだけど、それこそ夏公演のやつ、ちょっとパッと出てこない。ちょっと待って、この間のアルバム開くわ。あ、まあいいや。夏公演の曲です。キサちゃんならできるよ。あ、そうそう、コンパスライン思ってたんだよ。後半お前が巻いてくるって。コツ掴んだら一気に上手くなるって。だからスタートダッシュ決めてたのに追いつくの早いよ。そうそう、フミさんとカイさんのやつ、すっげえ。あれめっちゃ好きだな。あれめっちゃ好き。お前もつった、自信ついたろ。ちゃんとジャックがやれるって俺は分かってたけどな。だから今日聞けますよ多分。同じジャック同士絶対負けねえ。お前も俺を倒すつもりで来いよ。で、一緒に個人賞を取ろうぜ。個人賞取ろうぜ。ここ親密度か。鈴くん、違うか。ありがとう。あ、でもなんかリードスキップになってないってことは、ここ親密度っぽいな。
夏公演はね、神曲多いよ。グレートガリオンも好きだしな、普通に。おはよう。おはよう、橘。おはよう、鈴くん。へへー、何かわいいね。どうしたの？昨日の向かいすごかったからさ、すげーかっこよかった。眠らず王の娘もそうだけど、橘が全力でガッと来るのなんか気持ちよくてさ、向井がルイスに食ってかかるシーンもすげえ好きなんだわ。あの向井に負けじと悪びれないルイスにしねえとな。あーすっげえ頑張れそう。すごい、もうモチベガン上がりじゃん。あー、グレカリオ、グレカリオはね、なんかね、口ずさんじゃうね。なんか、ふとした時に、男は壮大な夢のところがなんかずーっとね、頭に残る。しかも最近あの作業用 BGM でずっとボーカルコレクション聴いてるからね。それもあってずっとなんか頭の中駆け巡ってるわ。はい。ちょっと待て。はい、ランニングマンしまーす。あと9日。お、鈴くん出てきた。いやー、それにしても自分で言うのもなんだけど、橘くんにはえげつないことをさせてるね。本当だよ、その顔で言うなよ。天下のことですか？いや、え、一つの舞台でジャックもジャンヌも歌もダンスも何でもかんでもやらせちゃってること、恐ろしきはそれができてしまうしそうな君だ。いやー、これ本番どうなっちゃうのかな。どうなっちゃうのかな。はい、仕事でだるい時はグレートガリオン歌ってモチベ上げる。あれはモチベ上がるかもしれん、確かに。あー、ここあれか、オニキスのシーンだね。で、あの葛西が向井のシーンを見て、ちょっと葛西のちょっとなんか目つきが変わったみたいな。指導お願いしてもいいですか？なシーンだな、ここ。あー、このシーン好きだな。はいはい。はい、ではお出かけいきます。あ、またまた鈴くんいない。じゃあ、そうね、まれまれで行くか。まれまれで行こう。セミが鳴いてる。梅雨が終わってもう夏だな。いやー、何の声この声、マレちゃん、ユキ、エイコ、なんとかしてよ。あ、もしかして虫が苦手的なそういうやつではない。ありえないんですけど。ありえない、マレマレやって。あ、すごい、エータが今までで一番喋ってる。これは一番喋ってんじゃない、これ最長記録のセリフでは、これ。わあ、またこっち来た。飛んでこないでよセミ。いや、わかる、セミファイナルマジで怖い。セミ、静かにしろ。うるさい。セミよりお前らの方がうるさいわ。みのりかわ先輩ひどい。なんとかしてよ、ジャックエースでしょ。ジャックエース関係ないすぎるんだよな。お前、ジャックエースを何だと思ってんだ。キャー、お、やめろ、さっさと泣きやめ。セミボイス。ちょっとリアルにしてみたかった、セミボイス。あ、では鈴くん行きましょう。無理無理、今日もあっちいな。いや、今日寒かったな。皆さんのお住まいのところはどうだかわかんないですけど、私が住んでるところはもうね、急に寒くなったからびっくりしたよね。一気に夏らしくなったね。一気に秋らしくなった今日。
だな。いつにも増して腹減るわ。オリマックン、立花くん。お、立花くんって言われてる。今日の糧食は特別メニューですよ。特別？おお、うなぎだ。うなぎ？糧食で？マジ？夏バテに力をつけてねみたいな、精をつけてねみたいな感じか。うなぎのセール蒸しです。夏公演前ですから、皆さんに精をつけてもらおうと思って。うおー、ありがとうございます。食べようぜ立花。うん、いただきます。うわ、すっげーうまい。ほんとだね、ふっくらしてて柔らかい。ありがたいよな、こうやって俺らのこと考えて糧食作ってくれるの。頑張ろうな。こりゃもう夏公演頑張らねえとな。頑張りましょう、夏公演素晴らしいものにするんや。あと5日。ランニングでいけるか。ひたすらランニングを。夏公演前にこんなに走り込んでたらなんかバテそうなんだけど。あ、ここ最終調整ですね。俺のルイスは舞台入りして長谷倉の障害なんだよな。ん？でもネジ先輩には楽しく賑やかにやれって言われてんだ。なんか急に新規ボイス来た。ルイスはグレートガリオン SJB のきらびやか担当なんだってさ。これはあれかな、親密度でここ変わるってやつかな。俺が楽しそうにしてればしてるほどガリオンがすげえ会社に見えるらしいぜ。へえ。安藤ダンス教室の花がフミさんなら、グレートガリオン SJB の花はスズ君なのかもしれない。うんうんうん。だったら私の役目はと。グッモーニング、そしてシーユーアゲイン。え、さらばユニベール劇場クラス稽古でお会いしましょう。あ、はい。ネジ先輩準備で忙しいんだろうな。何だったんだ、何だったんだ今の。確かにスキップ使うと親密度イベントって分かりやすいね。何やったん今の。何だったんだ。え、29度だった、すごいね。今戻るところ。うん、そうちゃんも社交ダンスの稽古してたんだ。すずくんと。あ、うんうん、一人で社交ダンスって練習できるもんなんだ。すずくんもう完璧だから、付き合ってもらうのなんだか悪くて。すずくん気にしないと思うよ。そうだね、絶対そうなんだろうな。お、なんかそうちゃんは大事なことを言わないよな、この点点点に秘めといたりするよな。今からでも声かけてみようかな。うん、それがいいよ。じゃあ私ももう少し稽古しようかな。ありがとう、キソちゃん。いや、なんかそうちゃんルートでね、いろいろ語られるんでしょうね。語りたいことは。キャラボイス入った。夏でもうレベル24いきましたね。もういや、っていうかあの走ってしかいないからね私。あの全ての日を無駄なく走ってるだけだから。あ、あ、誰もいないで行ってみましょうか。誰もいない。なんだ急に。お、みつき。あの、カイさんの器って誰がやるんですか？フミさんのことをカイさんが引き立てているように、カイさんを引き立てる人はいないよ。え？カイさんみたいに自分を殺して誰かのために立ち回れる人なんてそうそういないだろ。いや、そうだね。器になるのも才能がいるんだよ。誰かを輝かせるために自分の活躍を捨てる覚悟もな。でもこの時のカイさんはまさにそうだったね。まあその後ちょっと変わってくるんだけどさ、話が。カイさんはそこまで。元彼だ。元彼が出てきました。ああ、さっきのは
今後の伏線とかなのかな、さっきのそうちゃんね。うん、あ、ここはすずくんに会いに行こう。積極的に折り巻きすず。おお、立花。お、なんか顔つきが違う。お前稽古してんだろ、絶対してる。バレた。まあ、かくいう俺も稽古してたんだけどさ、やっぱ個人賞取りてえから。それにお前には負けたくねえんだ。仲間だけどライバルだからさ、一緒に個人賞取ろうぜ。取りましょう。お前ジャックやることになって俺といろいろ比べてなかったか。あ、うまく言えねえけど、そう、辛そうな目で俺を見てることがあったからさ、心配だったけど、それがちょっと嬉しかったなんて言ったらお前怒るか。怒りません。だって俺も何でも器用にこなしちまうお前を見て羨ましいとか悔しいとか思うことあるからさ。でもお前がいつまでも辛そうにしてんのはやだわ。こっちまで元気なくなるっての。明日個人賞でどっちが上に行けるか勝負だからな。これなんかこうやって刺激を受けて競い合える相手がいるから頑張れるのかもしれない。そうだね。いや、そういうライバル的な意味ではめちゃくちゃ恵まれた環境ではあるよな。それで言うとやっぱり2年生世代が一番きついよな。田中美希がいるわけだし。こんばんは。今来た方々もこんばんは。暑いね。はい、まれまれ。あ、ここでね、1年生同士で本番前に個人賞うんぬんって話をするシーン。うん、はい。これもう本番当日になってるやつよね。はいはいはい。見せてもらうよと。さあ来ました、私のおそらく全公演の中で一番大好きなウィークエンドレッスン。ああ、ウィークエンドレッスンを見ていくよ。おはようございます。おはようございます。宇宙開発から飲料水の販売までグレートガリオン SJB です。 SJB です。我が社の説明をいたしましょう。今年でちょうど創立200年、古い会社ではありますが、貿易で財を成した創設者の言葉。来た。船乗りならアカプルコを目指せを胸に、常にチャレンジチャレンジ。ちょっと意味は分かりませんが。ちなみにアカプルコは実在するそうです。今では世界100カ国で事業展開しております。売上高は国家予算レベルで、株価は右肩上がりっぱなし。左のパイさんがもう本当にもうなんか冴えないサラリーマン感が出てすごいよねこれ。全然さ、なんか言われなかったらこれからパイさんですかみたいになりそう。首相も大統領も我が社の社長にはかないませんよ。おっと、これはジョークですよ。多分ね。多分ね。これさ、カイさんってこの右のこのポーズの印象強いじゃないですか。だからなんか背筋ピンってしてるカイさん結構見ると思うんだけど、なんか逆に長谷倉の場合はめっちゃ猫背のシーン多いから結構ギャップあるよね。給料？もちろんいいです。このスーツポール・ルイスのオーダーメイドです。私物もすべてポール・ルイスで揃えていますよ。ポール・ルイスで揃えていますよ。労働環境、我が社の福利厚生は万全です。社員食堂では栄養バランスと味にこだわった料理が出され、社員専用のジムは爽やかな汗を流す社員でいつもにぎわっている。あ、初見でここスチルあるのってテンション上がった可能性がめっちゃ面白かった。ああ、いやでもインクエンデスレッスンはめちゃくちゃテンション上がったわな。残業？何ですかそれ。何ですかね。ああ、よく聞く真っ黒なやつですね。それを言うなら我が社は真っ白け、休暇も潤沢。最高だよな。リフレッシュ休暇、育児休暇、介護休暇、告白休暇。万が一告白に失敗したクルーもご安心あれ。そんな時は失恋休暇を使いましょう。助かる。プライベートが充実すればおのずと労働意欲が高まるもの。
なんか今日みたいな低気圧休暇欲しい。低気圧で全くやる気が起きないので休みますみたいな日欲しくない？我が社の社員はスキルアップにも余念がありません。そしてそれが会社貢献につながる。はい、どうです、素晴らしいでしょう。我がグレートガリオン SGB は転職しよう。今来た方々もこんばんは。はい、というわけで、我らグレートガリオン、やらせていただくんですが、前回も申しました通り、前回もっていうか、まあ、最初からずっと言ってましたけれども、配信中に、楽曲を流すことができないので、今回はですね、ちょっとミュートさせていただこうと思います。はい。皆さんの放送には音が乗ってない状態だと思いますが、ご了承ください。それでは、行かせていただきます。なので、私が、もう、後ろだけ楽しんでください。あ、これね。はい。音乗ってないよね、今ね。あー、いや、この曲、たんたつたったつたったた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 、あ、もう脳内で保管してください。おーきれ、フルスロートル、オーラレリコ。いたつたたた、グレートガリオン。ここは壮大な夢、叶えて、おかえり立て、女は壮大な、あー、間違える、歌いながらだとやばい。てれてててて、れてれてててててててれてててててて、れてれてれてて、れてててててて、てて、あ、間違った、てれてててててて、あ、ちょっと待って、マジでまミスりそうになるからやめとこう。デレデレデデデデデトガリオンって言いながらやっぱり歌っちゃう。壮大な夢、階段いて、崩壊に立て、女は口座握れ。デデ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 たた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 、皆さんの画面にどういう風に見えてたのかすげえ不安だな、ここのシーン。私の歌いらんかったか。はい、SS 撮りました、よかった。とりあえずフルコンかな。マジで、社員 A さんの胸気になりすぎるよな。カノンさんの影響でジャックジャンの買いました。素晴らしい。今、ソーちゃんルート。おー、ソーちゃんルート。私、多分、鈴くんルートの次、ソーちゃんルート行こうかなと思ってる。素晴らしい。ありがとうございます。そうだね。皆さん、それぞれ脳内で再生してください。音楽に関してはね。もうこれ BG 入ったよね。OK、行きます。そう、歌のタイミング保管してました。口ずさみだけで。踊ってる向かい、今までと。お、長谷倉じゃないか。おはよう我が友、我が同期。おはようルイス。はいはいはい。君、この前の同期会に参加してなかったじゃないか。一体どうしたんだ。月一のお約束だろう。てんてんてん。すぐ私の出番が来る。今までの向井はいない。ネジ先輩と一晩かけて生み直した向井だ。そうだよ。知っているのはネジ先輩だけ。そんな風に背中を丸めてうつむいていても、救いの女神は転がってやしないぜ。変わるんだよ、長谷倉。変わるんだよ、長谷倉。ああ。頑張れ、長谷倉。行こう。ネジ先輩、確かにジャンヌ役の時、長谷倉先輩、ここにいたんですか。もう巨乳レベルじゃない、爆乳みたいな格好にするのはネジ先輩の趣味なんじゃないですか。わかんないですけど。たく、あ、
朝一で来るはずの書類がないと上司が騒いでいますよ。こえー、お何あれ、感じ悪い。いいぞいいぞ。年下のしかもあんな小さい後輩に偉そうにされるなんて、汗倉かわいそう。まれまれいいよね、マジで。お芝居見る、お芝居に対しての感情移入がすごすぎる。めっちゃ前のめりで見てる。いや、しかしあいつジャックできているじゃないか。おお、そこなんですよね。うん、クールだ、いいですね。俺が見た向井と違う。そうなんですよ、これあのストーリー的には笠井が見た後に軌道修正してますからね。あの時の向井は長谷倉に対して温かみがあって誠実そうだった、うんうん、でも今の向井は長谷倉を下に見てる。演技を変えた、この短期間で。向井申し訳ない、早く出社したつもりだったんだが。おや、長谷倉の部下の向井くんじゃないか。ご機嫌いかがかな。いかがかな。はルイスさん、あなたが原因ですね。このフンとかも要はアドリブで入れてるってことだもんね。長谷倉先輩は対ヨーロッパの交渉資料を上司に提出する予定なんですよ。足止めしないでください。先輩思いの知的な後輩が一夜にして嫌なやつに変わってるんですか。かわいい。このいや夏公演何がいいってさ、ジャンヌ組がかわいいんだよね。これこれこれ、ふみさん、はい、これふみさん、かっこいい、かっこいい。みつきもそうちゃんもかわいい。いや特にこのみつき好きだな。これかわいくない、この髪誰が結んだんだろう。これ向井、長谷倉さんに劣等感を植え付けていってるみたい。みんな長谷倉さんに対して同情的になってる。方眼びいきってやつだな。方眼びいき。向井にもスポットライトが当たるはずだったのに、視線が長谷倉に集中してる。これ舞台全体の雰囲気も変わってくんぞ。で言いながらワクワクしてんだよね、ここのふみさん。プロジェクトですか。長谷倉先輩を使うだけ使って手柄だけ持っていく可能性がありませんか。ルイスはうだつの上がらない俺にチャンスを与えたいだけだと思うよ。この喋り方のなんかやるうだつが上がんねえ感じすごいな、喋り方の。長谷倉先輩はやりたいんですか。あはあとかね。俺は演技プラン変えただけでここまでちゃんとセリフ成立してんのもすごいよ。はい、暗転、舞台転換、急いで急いで。黒斗、黒斗、来た来た。おお、解散、解散。なんだい長谷倉氏、準備は。黒斗、あいつに何を言った。何のこと。とぼけるな、あれじゃまるで、あれじゃまるで自分みたいだ。今回の公演は立花の転換がかかっている。はい、自分の役に集中させてやらなければいけない。花として目立たなければ。カイさん、はい、ここは前回私の意思ですを選んだっぽいので、カイさんの器をやりたいんです。これでいきましょう。カイさんの器をやりたいんです。俺の器、器。悪いけどそういうこと、舞台に戻って。だがほら行け。たくそういうことか。貝の器ね、目立たなきゃいけない舞台で器をやるなんて言い出したら貝は反対するだろうから黙ってやったのか。俺よくわかんねえんすけど、向井どうなったんですか。ルイスは向井と大して交流ないからよくわからん男という認識でよいよ。早口になってる。橘、歌唱パートは今まで通りだ。向井の役に引きずられるな。はいはい、
キサちゃん、スタンバイ。うん。今年の一年は、公演日にハプニングを起こすのが趣味かよ。なんかあれだよね、ジャンヌ組の中でもソウちゃんって、まだ男の子っぽさが残ってるというか、まあ、あれも、表現の一つなのかな、この秋公演以降のソウちゃんのこと考えたら、まだこう、ジャンヌに、浸りきってないというか、これ、ミツキとかフミさん見たらもう、ジャンヌって感じじゃないですか。秋公演以降のソウちゃんのこと考えたら、まだここではこう、ジャンヌに浸りきってない感じの雰囲気があるのがいいよね。ま、いいんじゃねえか。退屈しなくて。今度ディナーもどうだい？いい店があるんだ。そうですね。機会があれば。あー、磯洗いもいい。社内一の出世頭と受付のマドンナがご一緒にランチですか？言い方よ。女性陣の悲鳴と男性陣のため息が聞こえてきそうな組み合わせですね。そうだな。そうだな。まあ自分には関係ない世界の話さみたいな感じで。いいんですか、長谷倉先輩。長谷倉先輩。仕事も手柄も女性も全部同期に取られてしまいますよ。いや、いいよね、この長谷倉の。やっぱウィークエンドレッスンいいな。ストーリーとしてまとまってるしな。動きに無駄がなくてシャープですね。一番お芝居として、じゃあこう公演あって見に行きたいのどれですかって言われたら、まあそれはもちろん悩むけど、まあでも内容的にウィークエンドレッスン選ぶかな。まあ実際レプリカチケットもウィークエンドレッスン選んだしね。私、うちの重役にもいますよ、あの手の切れ者。重役、グレートガリオン SJB の企業レベルの高さが伺えますね。ここでは庶民的な長谷倉の方が異質な存在であると伝わってくる。なるほどね。カイに似ている。向井の立ち居振る舞いがですか？主役を立たせるっちゅう気構えがや。そうでしょ、カイドウさん。はあ、なるほど、器ということだ。はい、次ミッキー用意して。安藤ダンス教室組も入るよ。あ、来た、ついに安藤ダンス教室組。はいはい、かわいい。行くぞ、ソシ。はい。立花、悪い、社交ダンスのステップ確認付き合ってくんね。すぐ終わる。鈴くんのジャンヌも見てみたかったな。わかった。立花。完全に趣味だけど、その辺になってくると。カイさん。カイさん。あー、これじゃあ自分の役目を果たします。自分の役目を果たします。ああ、一晩で演じ方を変えるなんて並大抵の覚悟ではできない、うん、いや本当で、これ初見プレイの時も言ったけど、マジでありえんことやってるからね。お前の覚悟確かに受け取った。本番当日だからね、これ。ゲネプロ終わった後やぞこれ。お前なら物語だからできるっていう話。他の奴らを引き立てることもできる。視野を広げろ、舞台のために動け。任せたぞ。ねえ、舞台裏のバタバタ感ね、こんな感じですよ。はい。次出番誰？次出番みたいな感じになってる。まあ声には出さないけど、そんなに。はい、じゃあもう慕っていきましょう。出会いの瞬間ですよ、ここから。街は賑やかだな。金曜日か。運命の出会いですよ。少しぶらつくか。お、あ、白馬ちゃんかわいい。あれは白馬さん。まずい、こっちに来る。夜景綺麗だな。見つからずに済んだ。あ、いや、なんで隠れてんだ。挨拶すればよかったじゃないか。いや、そうなんだよね。いや、でもわかる。いや、なんかさ、これ初見の時も言ったから、なんか、挨拶するほど親しい間柄でもない人がさ、偶然たまたま、近く通りかかった時、てか同じ店にいた時、やば、気まず、隠れようってならない？隠れようまで行かなくてもさ、ちょっと、こう、バレんとこみたいな感じにならない？なんかそういう間柄、の人いません？なんか白間さんどこに行くんだろう。
なに可愛らしい人が夜道を一人で歩いてたら危ないんじゃ。あんなに可愛らしい、いや本当で危ないよ。男の子だけど、いや逆に危ないのかそっちの方が。何が危ないなのか分かんないけど、いや可愛よ、犯罪ですわ。ここが白間さんの目的地か。白間さん歩いてるだけで犯罪だから。看板がある。キャンドダンス教室。出会いの瞬間ですわ。ダンスを習っているのかな。どんなダンスをやっているんだろう。社交ダンスですよ。来た。え、こんばんは。あ、アーカイブから追いついた、ありがとう。こんばんは、よく追いついた。あ、どうも。いや、そのダンスに興味がありまして。それなら見学してみます。ああ、いや突然見学なんて、教室の方にもご迷惑でしょう。俺はダンスなんかやったことがない初心者ですし。この時のさ、二人の初対面の印象ってどうだったんだろうね、長谷倉安藤の。いいえ、初心者大歓迎です。あれなんか言ってたっけ。ここのダンス講師が言うんだから間違いありません。ここのダンス講師、あなたが教えてらっしゃるんですか。はい、さあどうぞ。いやふみさんすごいよね、一気にジャンヌのスイッチ入るから。あ、はい。まあこの夏公演はね、この二人のただいまコンビネーションを見せつけてもらうための夏公演ですから。おかえりなさい。安藤に案内された教室の中にいたのは生徒のカンナだけではなかった。そこにはもう一人、会社のマドンナであり長谷倉の憧れ白間も立っていた。それにしても長谷倉さんがどうしてここに。あ、そのダンスに興味があるそうですね。あ、はい、そうです。白間さんもここでダンスを習っているんですか。白間ちゃんは時々カンナのダンスを見に来てくれるんです。おお。彼女も大学時代は社交ダンスをやってたんですよ。そうちゃん、今はさっぱりだけどね。長谷倉さんはダンス経験があるんですか。これが全くの初心者で。安藤先生の指導を受ければすぐに踊れるようになりますよ。じゃあ私はこれで。マジで時間あったらダンス習ってみたいんだよな。頑張ってくださいね。時間あればの話だけどね。はい、やりたいこと多すぎるからな本当に。長谷倉さん、まさか白間ちゃんの後をつけてきたわけじゃないですよね。聞く、白間ちゃん目当てでダンスなんて興味ないんじゃないんですか。カンナの鋭い指摘を覆いかぶすように長谷倉の口は脳より先に動いていた。脳より先に入会します。エクストリーム入会。このダンス教室に入会させてください。入会させてください、言いにくい。勢いで入会を決めた長谷倉だったが、もちろん彼にダンスの経験はない。しかも女性と一緒に踊るという社交ダンスは長谷倉にとって高すぎるハードルだった。高ー、無理だ私。不安そうな顔をする長谷倉に安藤はまず社交ダンスの基礎レッスンを行うことにした。それじゃ今日のレッスンはここまで、お疲れ様でした。あー、カノンさんの配信で公演当日見られて嬉しい。アーカイブだともう劇中歌聞けないから。あー、そうか、全部もう消えちゃったのかな、どうなんだろう。もう終わりですか。歩いていただけなんですけど。歩いていただけ、それが基礎練。でも疲れたでしょ。それは、はい。日常でも鏡やガラスに自分の姿が映ったら姿勢を正してみてください。でもさ、社交ダンスのレッスンってこんなスーツ姿でやるもんなの。それではまた来週の金曜日に。大変だ、やっちまった。しばらく経ったら適当に理由をつけて大会しよう。
ショーウィンドウに俺の姿が映っている。ダンス教室で習った姿勢はこうだったっけか。その一週間後、前、前、横、横、こうですか。はい、次は後ろ後ろ横、こうかな。でもまあでもこういうきっかけからさ、ハマることってあるよな。今の動きを繰り返します。前前横、後ろ後ろ横。おお、めっちゃ優しく教えてくれる。前前横、後ろ後ろ横、後ろ横。うん、いい感じ。じゃあ確かに今度は手を使いましょう。やめようとか言いつつちゃんと練習はするんだよ、真面目に。まずね、長谷倉も真面目だからな。長谷倉さん、右手をまっすぐ前に伸ばしてください。ボールを抱えるように伸ばした手を優しく曲げてください。こうですか。はい、今度は左手です。左手は横に伸ばして関節を上に曲げます。うん、こうか。なんか長谷倉の声急に音量としてちっちゃくないか。なんか、ええ、その格好で足を動かしましょう。前、音量的に小さい。前、横、声量じゃなくて後ろ後ろ横。こんなちゃんと教えてくれる美人の先生いるんだったら通うわ。ふみさん、ふみさんみたいな美人なお姉さんが教えてくれるなら通うわ。これ踊っているみたいだ。踊っているんですよね。社交ダンスのステップなんです。そうなんですか。社交ダンスって一見難しいように見えるけど、コツをつかめば簡単に踊れるんですよ。なんと、踊れば踊れるんです。じゃあ最後に、左手は私の手とつなぎ合わせて、右手は私の腰に。お、ハードル高っ、ハードル高っ。さあ踊りましょう。前前横、後ろ後ろ横。長谷倉さんの声を出して。楽しそうこれ。あ、はい、前前横、後ろ後ろ横。社交ダンスってやったことあります？緊張しない？男女で踊るっていうのめっちゃ緊張しそう。踊れている。俺が。それでもちゃんとこんなに長谷倉が踊れてるのすごいよね。いや、素晴らしい、いいシーンなんですよ、ここ。踊れるなんて。ああ、いや、安藤先生の指導が良かったからで、俺は何もしてないんですけど。長谷倉さんが真面目に練習したから。ワルツも単語も楽しいですか。あー、いいね。 ありがとうございます。ダンス経験一切ないしな。今って学校でもダンスってなんか授業であるらしいけど、私はそれ習ってないからな。踊れるって感覚があるうちに新しいステップの練習をしましょう。はい。お、来た。あ、今週もやってきたのね、金曜日。来た、シャイニング AB。君も僕も金色のきらめき、金色のきらめき。エソエのシーンだよねこれ。本来だったらね。あら、長谷倉さん、今日は早足でどうしたの。もしかして何か素敵なご予定が。え、そんな、別に何もないよ。相変わらずブライカン。だったら私たちと出かけません？そうだよ、長谷倉君、君も金色のきらめき。金色のきらめき。いえ、俺は失礼します。あん、ひどいわブライカン。いえ、ブライアン長谷倉。グレートガリオンってすげえ会社なんだろうけど、この人たちの影響でとんでもねえ会社のイメージがつくんだよ。長谷倉先輩があんなにはっきりと断りを入れるなんて珍しいの。ファイルビエン。いつもより早く着いた。この前習ったステップの練習をしておこう。ああ、
ねえ、安藤先生。安藤先生は、もう競技会に出ないんですか？おっと？カンナちゃん、その話はよして。だって、ダンス留学して国際大会にまで出た人なんですよ。私、安藤先生のダンスを見て社交ダンス始めようって思ったんだから。私、競技会で輝く先生が見たい。忘れてちょうだい。あの時の私はもう捨ててしまったの。あ、長谷倉さん。長谷倉さん、こんばんは。 あの私、今日は帰ります。カンナちゃん、安藤先生。ごめんなさい。練習始めましょうか。安藤先生に一体何が。安藤先生、今日は帰りましょうか。そんな、大丈夫ですよ。ごめんなさい。ダメだな、私。長谷倉さん、ちょっとだけ付き合ってもらっていいですか？お、流れ変わってきた。できることがあるなら。この答えが長谷倉っぽいわ。じゃあ行きましょう。え、どこに？あ、ここはバー。あー、ダンスパブなんですよ。本当だ、みんな社交ダンスを踊っている。確かに生徒ってあれしかおらんのやろうか。確かに気になった相手と踊ることもできるんです。食っていけるのかな。お好みの方がいれば声をかけていいんですよ。安藤ダンス教室だから安藤が一人でやってる教室だよねこれ多分。え、ああいや、そのそれじゃあお相手願いますか。最高の瞬間。あー、来た来た。じゃあここもすいません。そうですね、あの美しい声色が聞けるところなんですが、ここもちょっと BG を切らせていただきます。すいません、はい、ちょっと皆さんもこの曲は脳内保管でお願いいたします。これは多分歌とかやってる暇ないと思うので。てってでらだったれだだったらだだったれだだったでだだったでだろびでらだったでらだったでだだったでらだったれだれちゃくらかろびてん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 てダダ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 でるたたでたたたでたたたあーちゃちゃでたた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 でたてんてんてん。
でんでんでん、ここの足のなんか描写いいな、めっちゃ。てんてんてん、てれでんて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 ん。はい、よかった。ここのシルエットいいよね。よいしょ。はい、音戻します。ミス・ロビン。おいた助かる。本当？口ずさむ程度でも、あった方がいいかな。なんの無音っていうのも結構寂しいよな、多分。普段とは違う場所でのダンスに戸惑う長谷倉。そんな彼を優しく安藤がリードする。二人の視線が交わった時、安藤がこう言った。長谷倉さん、ダンスは楽しいですか？このスチル、好き。本当は、白間さんのことが気になって、教室の前にいたんでしょ？勘違いだったらごめんなさい。きっかけはおっしゃる通りです。はい、その通りです。もしダンスが辛いなら。腕めっちゃ綺麗。あ、これジャックジャンの初見の人に言うと男性と男性だからね。おお。俺は何もできない男なので、ちゃんと踊れて褒められたのが嬉しかった。いやー、いいね。でも長谷倉さんは歴史がある有名な企業に勤めているじゃありませんか。うちは残業がなくて有給も取りやすい。プライベートな時間がたっぷり取れます。充実した日々そのものだ。素敵ですね。普通はそうなんでしょうけどね。俺は残業したいし、休みもいらないんですよ。え、すげえな。定時に上がるためにアクセク働くより、残業になってもいいから、自分のペースで働く。ああ、でもなんかこれわかるわ。休みが多いと時間を持て余して、虚しくなってしまうから。それなら会社で仕事をしていたい。あ、花やろの配信見てジャックジャンの買った。素晴らしい、ありがとう。みんなが少しでも売り上げに貢献できてよかった。俺にはプレッシャーなんです。ごめんなさい、私ったら。いえ、時代に逆行している要領の悪い俺が悪いんです。同期に先を越され、後輩には迷惑をかけ、つまらない男です。ああ、長谷倉はそもそもなんでグレガリ受けたんだろう。会社説明で合わないって分かりそうだけど、確かにね。なんでグレガリに入ったんだろうなってのもまああるよね。なんか長谷倉の過去編みたいなの気になるような。そんなことはないです。うん、私にとって長谷倉さんは楽しい人だ。おお。グレートガリオンにとってはそうかもしれないけど、安藤にとっては楽しい人だ。楽しい、俺が。ええ、だってあんなに踊ることを怖がっていた人が今じゃダンスパブで踊ってるんですもの。こんなに楽しい変化はないわ。私、長谷倉さんを見ているとダンス教室を開いてよかったって思えるんです。素晴らしい。そう、この道に進んでよかったんだって。長谷倉さん、もっと陽気に踊りましょう。まあでも長谷倉のことだから多分もうなんか就職活動中にまあ流れでみたいな感じだったのかな。お、ちょっと安藤先生。それにしてもキサってついてないな。あんな嫌な男やらなきゃいけないなんて。見てる人が不快に思うくらい嫌な男が演じられてるなら立花の勝ちでしょ。そうだね。でも残念だな。まあ火災的にはそうだよね。何が？この向かいだと長谷倉のために声を上げたりしなさそう。そりゃそうでしょ、向かいってそういうやつじゃん。俺が見た向かいはそうじゃなかったんだよ。すごかったのにな。さあどうなるかな。でかい。次のシーンでダンス教室にルイスが乗り込んでくる。向井がルイスにダンス教室のことを教えてしまったばかりにね。
前の向井なら長谷倉を思うあまり声を荒らげていた。でも今の向井は自分の出現に対する焦りが強い。悩ましいね。上にも横にもでかい。コクト。ああ、なんだい、今日はずいぶんおしゃべりさんだね。かい、迷っているなら挑戦させろ。もっといい案があるんだろう。かっこいい。俺なら動ける。おお、かっこいい。俺のことは気にしなくていいと。その言葉を待っていた。でも立花君だけじゃもう変えられないくらい今の向井は仕上がってる。だからカイト。ヘイロイス。ヘイロイス。はいはい。ジャックの君たちに立花君の向井を引っ張り出してもらうよ。頼りになる男。失礼いたしました。私、グレートガリオン SJB のルイスと申します。ルイス。長谷倉、聞いたよ、君社交ダンスを始めたそうじゃないか。水臭いな。ああ、とても臭いぞ。それは違うんだよな。ルイスさん、勝手なことはしないでください。向井。向井君。長谷倉さん、白間さん、お知り合い？彼ら二人は会社の同僚なんです。向井、一体どうしたんだ。長谷倉先輩が社交ダンスを習っていることを話したら、ルイスさんが自分も習いたいと言い出したんです。今の向井を自分の失敗に焦っている。この気持ちのまま。そういえば以前ランチで話していましたね、白魔女。学生時代にダンスを習っていたと。白魔女かわいい。踊る白魔女は大層麗しいことでしょう。一曲お相手願いたいものだ。頑張れ。なあ、長谷倉。このなあ長谷倉はアドリブっすよね。カッコ入ってないし。このルイスが挑発的な言い方をした。長谷倉先輩がそのせいで萎縮してる。おー、そう、マジでもう即興劇やってるじゃん この人たち。二人でダンス勝負をして勝った方が白魔ちゃんと踊れるんです。あ、そんなこと。長谷倉先輩の様子がおかしい。社交ダンスで気づいた自信が一気になくなってる。とても面白いアイディアだ。俺はダンスは未経験ですけれどもね、運動神経には自信がある。何より勝負に強い。あー、怖いね、陽キャ怖。長谷倉に負ける気はしません。おお。あ、そうだろうな、俺なんかじゃ。先輩が今まで見たことがないくらい傷ついてる。ああ、多分な、長谷倉のセリフ自体はあるけど、もうほぼ言い方変えちゃってるからオリジナルセリフの表記になってるって感じか。虹先輩には長谷倉先輩を慕う心が表に出てこないくらい嫌な奴になれって言われた。でも先輩がここまで打ちひしがれてるのに何も言わずにいられるの？落ち着いていられるの？陽キャ怖。向井を。立花、カイさんとネジ先輩がお前にパス出してんだ。叫べ。向井なら、向井なら、向井なら、ここまでされて黙っているわけがない。ルイスさん、あなたはいつもそうだ。来た。長谷倉先輩を軽んじて自分の優秀さをひきらかす。あ、今の親密度か。だからちょっとあれ、このセリフあったっけってなったもんね今。え、何、向井が怒った？ゾクゾクさせてくれるじゃない。あの、感激中の死後はご遠慮ください。橘、とんでもないものを隠し持っていたな。
誤解だよ向井くん。俺は事実を言っているだけだ。ちょっとなんか素で笑っちゃってるみたいな感じになってる。へって。無自覚ならなおさら立ちが悪いです。白馬さん、馬鹿げた勝負ですが受けてもらえませんか。ルイスさんの思い上がりを打ち砕かなければ気が済まない。どうしたんだ、落ち着け向井、お前らしくないぞ。僕は冷静です。かっこいい。これが俺の役目だ。向井、いいやつだったんだ。先輩のピンチに声を荒げるなんて男らしい。男。山山くん。おや、トイチ、感動で言葉が出ないのかな。うるさい。いい心を持ってる。ああ、これには笠井もにっこり。まいったな。やっぱ面白いな、ユニベールの過激。わかります、わかる。それな、多分今これ見てる人もそう思ってる。ああ。お疲れ様、キサちゃん。おい、めちゃくちゃかっこよかったぞ。かっこよかったぞ。立花君、あの叫びで嫌な向井は消えた。元の向井に戻してくれ。3割増しでかっこよく。おお。コロコロ変えすぎでしょ。後で文句言いな、立花。終わったらすっきりしてどうでもよくなりそうだけどよ。立花、よくやった。あとは任せろ。お願いいたします。はい。こっからは主役の出番ですわ。驚いたな、向井までダンス教室にやってくるなんて。申し訳ありません、僕がルイスさんに社交ダンスの話をしてしまったばっかりに。その上あんな勝負ごとの約束まで取り付けてしまって。決まったことは仕方ない、俺は淡々とやるよ。勝つのは難しいだろうけど。ああ。長谷倉先輩、ずっと練習してきたんでしょ。今日始めたばかりのルイスさんなんて。お前も見てただろ、その始めたばかりのルイスがあっという間にステップを覚えて踊っているの。あのペースで上達したらあっという間に追い抜かされるよ。そんなことないです。向井、向井が急に。頑張りましょう、絶対に勝てますよ。気を使ってくれているんだな、気にしなくていいんだ。何をやっても人並みにできない俺が悪いんだよ。向井、まあ持っててそうだよね。もう聞き飽きました。向井、何かあると俺が悪い、俺が悪いって。長谷倉先輩の何が悪いんですか。そんな風に自分が悪いだなんて言われたら僕はどうしたらいいんですか。そうだ、長谷倉先輩が悪いって言えば満足ですか。向井、俺は別にそんなつもりじゃ。あなたがそうやって卑下するたびにあなたを信頼している僕まで傷つけられるんですよ。向井、向井急にいいやつになってきた。失礼します。向井、向井。長谷倉はその時初めて気がついた。悩むことも傷つくこともないと思っていた向井が自分のために自分のせいで傷ついていたことに。翌週、向井とどんな顔をして会えばいいかわからない長谷倉、あたりを見回していると、いつの間にか向井が隣にいた。おはようございます。起きた。向井、向井、先週のことなんだが。あの勝負なかったことにしましょう。え、趣味でやっているダンスなのに自分以外の誰かの意思で勝負をさせられるなんておかしいでしょ。皆さんには僕から謝っておきます。長谷倉先輩に自分が思い描く理想のアフターファイブを押し付けようとしていた奴らと一緒ですよ。長谷倉先輩に僕の意見を押し付けてしまった。
全て僕が悪いんです。お前は悪くない。長谷倉先輩、お前が俺のことを考えて言ってくれたのは分かっているから。ダンスパーティー、お前も見に来い。おお、ルイスに勝ってみせる。おお、あ、いや無理にとは言わないが。この一言、余計な一言が長谷倉っぽいと。行きます。いえ、行きたいです。僕は長谷倉先輩なら勝てると信じています。うん、向かい、あ、いやー、こっからですわ。勝負に勝つためにダンス教室に通い詰める日々の長谷倉とルイス。練習が終わった後、外で長谷倉と安藤が話をしていると、カンナと白間の声が聞こえてきた。ルイスさんも長谷倉さんもめきめき上達してるんです。私のアイディア大成功。もうみんなを巻き込んで。白間さんも二人でご飯にでも行くんでしょうね。仲がいいんですね、女子会じゃ。ねえねえ、ルイスさんと長谷倉さん、会社ではどんな感じなの？女子トーク、かっこ男。ルイスさんは大きなプロジェクトを任されていて、社内でも人気があるわ。社交的で顔が広い。うん。長谷倉さんは？長谷倉さんは怖い。怖い！恐怖！怖い？どうして？ストーカー？長谷倉さんっていつも空虚な感じで、何を考えているのかわからなかったの。目が合うたびに怖くて、いつも曖昧に笑ってごまかしてた。まあでもそういう評価になるわな。カイさんがイケメンだからごまかされてるけど、あそこまでちょっと挙動不審な男に見られてたら結構恐怖だと思うよ、確かに。あー、でもそれは直接聞いちゃうとショックよな。あー、何それ、ディナーで詳しく聞かせてくださいよ。こら、こら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 、長谷倉さん。楽しそうな女子会するんじゃないよ。すみません、あ、変な話立ち聞きしちゃったな。二人に申し訳ない。見えていなかったものが見えるようになったと思ったら、見えていると思っていたものが見えていなかったことに気づくなんて、ほんとダメだな。俺はまたいつものやつです。俺が悪いんですよ。俺が長谷倉、失恋休暇だそうな。あなたは悪くないわ。長谷倉さんは悪くない。マザー、長谷倉さん、踊りましょう。聖母じゃん。でも今そんな気持ちには。だからです、嵐の夜に船を繰り出しても沈むだけ。そういう時は体を揺らして待つの、海がなぐまで。聖母すぎる。聖母すぎる。失恋直後のこれは染みますな。これは安堵落ち確定ですな。白間さんが俺を怖がってたのは仕方ないと思う気持ちもあるんです。でも悲しかったな。悲しいよな、そりゃな。あんな直接言われちゃうな。勝負は辞退します。これ以上白間さんを怖がらせるような真似はしたくないんです。ダンスもやめようと思います。また元の生活に戻るだけだ。それでいい。俺には何もなくていい。本当にそれでいいの？いいんです。いいんですか。それならどうしてそんなに寂しそうな顔をするの？
今はこんな話するべきじゃないと分かっているけれど、私、シロマさんがあなたのことを怖がっていたとは思えないの。おお。て、彼女は映画みたいね。本当に映画みたいだよね。分かっています。私だって彼女の言葉を聞いた。でも信じられなくて。彼女、成長する長谷倉さんの話を興味深そうに聞いていたのよ。長谷倉さん、すごいですねって微笑みながら。それならどうして。わからない。でもここで終わりにしたら永久に答えなんてわからないわ。長谷倉さん、この足を止めていいの。止めたくないな。楽しかったのかもしれない。俺は何もできなかった。俺がダンスを知ってできることが一つずつ増えていって、うん、あ、そうだ、楽しかったんだ。辛いけど今も踊れて楽しい。うん、あれ、ダンスやめたくないです。そうだよ、長谷倉にはダンスが残っているんだ。どうしました。長谷倉さんが笑ったから。そうなんですか。自分じゃ分からなかった。泣きたいくらいだったのにもう笑っているなんて。ダンスのおかげね。ダンスってすげえ。いや、安藤先生の。私の。あ、いえ、もう、え、おう。でもこれネジ先輩が一応書いた、一応というか書いたシナリオなんだけど、ネジ先輩の経験豊富さがすごいよね。気持ちを新たにダンスのレッスンに励む長谷倉。そんな長谷倉の姿を安藤は優しく見守っている。長谷倉さんには長谷倉さんのいいところがあります。そこが引き出されるように私も踊るので安心してください。ありがとうございます。いいね。でもそれだと安藤先生は窮屈じゃありませんか。主役は長谷倉さんじゃないですか。そんなこと気にしなくて大丈夫ですよ。さあ踊りましょう。踊りましょう。安藤先生、レッスンを続けながら安藤は自分の過去をポツリポツリと語り始めた。昔はダンサーとして大会に出て勝負の世界に身を置いていたこと、賞を取るために踊り続けていつの間にかダンスが楽しくなくなってしまったこと。ああ、まあわかるわ。そして逃げるように勝負の世界から離れたこと。さあ、今日はこの辺で終わりましょうか。また来週、長谷倉さん。ああ、楽しい時間はあっという間ですな。カンナさん。ん？何？ちょっといいかな。来た！ダンスパーティー当日。かっこいい。なあ、長谷倉。決まってんね。俺は君が羨ましいんだよ。え？君はどんな時もどっしりと構えていて、つまらない仕事も黙々とこなす。しかも確実に。今来た方々もこんばんは。長谷倉がちゃんとメガネ取ってきてる。コンタクト化したのかな。俺とは真逆な君を俺は尊敬しているんだよ。だからこそ負けられない。それじゃあ踊ってくる。カンナ嬢、お手を。はい。カンナ嬢、かわいいね。ルイスさんがこんな風に思っていたなんて。確かにこのシーン結構短いんだけど、これをこれ専用の立ち絵だからね。これ、まあ、逆によってでもこの立ち絵ないとちょっと
表紙抜けしちゃうよな、いつもの格好で出られても。本番に強いルイスのダンスは力強く、素人目でも素晴らしいとわかるものだった。そして長谷倉が踊る番が来た。かっこいいね、いよいよですね、この安藤先生の赤。数ヶ月前の自分に言ってやりたいです。お前はダンスホールで踊るんだぞって。ねえ、どんな反応するかしら。路上でうろちょろしてて、白間ちゃんにストーカー扱いされる一歩手前の時ね。よくわからないが俺が悪いんだろう。ダンスホールで踊ることになるなんて。さあ踊りましょう。来たか。どんなダンスを見せてくれるのかな、長谷倉。驚くと思いますよ、安藤先生も含めてね。落ち着いていきましょう。はい。安藤先生、あれ心なしかいつもよりもこうメイク濃いめにしてるのかな。ワンツースリー、ワンツースリー。セクシーすぎるでしょ声が。ワンツースリー、ワンツースリー。お、長谷倉が安藤先生をリードしてる。おお、長谷倉さん、どうしたんですか。これじゃあなたが目立てない。ルイスさんに勝てません。気づいたんですよ。いや、もともと知ってたことなんですけどね。しっかり自覚しました。自覚した、何を。俺はルイスと違って目立つのが好きじゃないんです。意識の高い人々に囲まれて、前に出る勇気がない自分に嫌気がさしていたのですが、これは俺の個性なんです。俺は自分が前に出るよりも前に出るべき人のサポートをする方が好きだ。そして安藤先生、あなたこそ前に出るべき人なんです。いや、あなたが前に出て輝いているのを俺は見てみたくなったんです。マジで器やん。だからカンナさんに安藤先生が綺麗に見える踊り方を習った。あー、これ宇都宮海のテーマか。ここ BG 船乗りならアカプルコを目指せ、社の創設者の言葉です。意味は分かりません。誰も分かんないじゃん。なんだか勇気がもらえるんです。踊ってください、安藤先生、あなた自身のために。いや、いいよね、これだからウィークエンドレッスンいいんですよ。身を任せていいですか。これ初見の時に言ったけど、いいよねここね。ええ、咲田。というわけで、私の大好きなコンパスラインなんですけれども、ここもちょっとねミュートさせていただきます。配信上の都合、権利上の、楽曲権利上の都合により、ここはミュートさせていただきますので、皆さんの脳内で保管してください。では行きます、コンパスライン。いや、まあでもこれは後ろの映像もまた綺麗だから、後ろちょっと見といて、私の代わりに。私は頑張って音ゲー部分やります。いや、ミスりたくないな。てん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 。あ、このイントロめっちゃ綺麗なんだよな。てん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 。あれ？今押したよね、絶対。初めてミス。土をつけてしまった。けーでででで、あれ ?R の R が反応しない。よーでで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 でだかっと、あれでででとがまあでもあれだな、配信してるからちょっとラグがあるんで、それかな。
まあ、あと歌いながらやってるからだね。だいたい歌のせいですな。でん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 。でらでかうえ。でげげげてん。でげげらの。やんぐるか。でてててて。ゆでてく。でてててててさ。ぬたたたちつさぬたけなながくぬんぬんたたたたたたもぬたたたたちよぬたりでつなくせんへよラララタタタタララタタタタタララタタ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 ラケドタタタんタタタタタロサタカキのつやくヘオヘオ。はい、すいません、私のアカペラでしかちょっと放送できないんですけれども、しかも歌詞も曖昧だから歌詞も音程も曖昧なんで微妙ですが、あーちょっとなんかコントローラーのなんかわかんないですけど、初めてミスっちゃいましたけれども、それとも SS 取れるんだ。あ、全然ミスっても大丈夫だねこれ。いや、この曲大好きなんですよね。素晴らしい、いい。いや、もうごめん、あの皆さんにこの曲今日は届けられなかったですけれども、あのボーカルコレクション買うか、過去のアーカイブの方でね、ぜひご覧ください。脳内保管。ダンス大会に出ていた時の安藤先生だ。お歌あった方が脳内保管できる。よかった。思わぬ作詞がいたようだ。いや、長谷倉が本来の力を発揮しただけか。向井君、勝負は決まったよ。これさ、なんかダンスパブのシーンでも2人踊ってるけどさ、その時に比べてこう長谷倉の自信に満ちた顔と安藤の信頼して踊っている感が出ているスチルだと個人的に思ってるんですが、どう思いますか？2人の関係性によりなんか進展が見えたかのようなスチルでいいよね。確かにこれ、マジ腰細いよこれ。男の人の腰じゃねえ、マジ。フロアにいる人たちが全員あの二人を見ている。素敵だわ、長谷倉さん。おお、白間ちゃんが。やった、長谷倉さん大成功だよ。みんなの目が安藤先生に釘付けです。カンナちゃん、カンナちゃん、これが見たかったの。私嬉しいです。それに分かりました、安藤先生は大会に出なくったって輝けるんだって。安藤先生は輝こうって思えば輝けるんだって。ありがとう、カンナちゃん。ねえ長谷倉さん、白間ちゃんってね、よかったね。会社の長谷倉さん見て怖いなんて思ってたらしいんです。あ、言っちゃうんだ。長谷倉さんが何を考えてるのかわからないって。でもね、社交ダンス踊ってる長谷倉さんを見て白間ちゃん気づいたんです。なんと続きがあったのだ。長谷倉さんって控えめで思慮深くて温かい人だってことに。ちゃんと見えてなかった自分が恥ずかしいって。長谷倉さん、はあ、かわいい。わー、じゃあ白やば、男の子だよこれ。もうこのゲームやってるとマジで男女の概念全くなくなってくるよ。
シロマさん。今日とっても素敵でした。安藤先生ももちろん綺麗だったけど、長谷倉さんが一番輝いて見えた。シロマちゃんも輝いてるよ。だから私と踊ってくれませんか？元彼と通称、あ、確かに、あ、通称ブン。長谷倉先輩、よかったですね。長谷倉先輩が勝ったんですよ。勝ったんですよ、長谷倉。シロマさん、俺はあなたの笑顔に救われていました。あなたがいてくれたから仕事も頑張れていた。だからそう言ってもらえて嬉しい。とても嬉しいです。でもこの笑顔ですよ、この笑顔。俺が踊りたい人はこの笑顔、安藤先生なんです。この笑顔、あー、これ押した瞬間にこの笑顔が、この笑顔が、この私は今 A ボタンを押していいのか、押してしまったらこの笑顔が崩れてしまうんじゃないのか、いや、押さないでもこれをクリアする方法は押します。うわ、かわいいな。そんな気がしていました。長谷倉さん、安藤先生、誰よりも輝くあなたを誰よりも近くで見ていたい。俺はあなたのことを。ああ、シロマさん、失恋休暇申請しましょう。ここで暗転いいね、ゆっくり暗転していくっていう感じの表現。毎日生きれば必ずこの日がやってくる。やってくる。そう、待ちに待った金曜日。今日の金曜も金色のきらめき。あら、長谷倉さん、ご機嫌いかが？今日はご予定あるのかな？予定ですか？今日は社交ダンスがあるんです。おー、終わった。いやー、いいよね。どうですか、私多分まあ改めて見て思ったけど、うん、ウィークエンドレッスン好きだわ。なんかね、その他の声ももちろん好きなんだけど、何がいいかって話のまとまり方、ちょっとこう切ない感じで終わる。シロマにとっては結構切ない終わり方じゃないですか。なんかね、っていうのもあるし、まあ、なんだろう、途中のこう恋愛としての盛り上げ方みたいなのとか、うだつの上がらない主人公がこう自分を変えていくところとかのストーリーがなんかめちゃくちゃ自分好みですね。素晴らしい。まあなんといってもやっぱり美月が可愛い。きつい。あ、すいませんでした、きついと言われました。申し訳ございませんでした。申し訳ない、もう言いません。ありがとうございました。ラストのダンス大変でしたね。今来た方がまたもうこんばんは。全部振り絞った感じかしら。でも最後にもう一つイベントが残ってるわよ。クラスショーと個人賞発表。そう、十分やったろ。これでダメなら日頃の行いが悪いとしか言えねえさ。言えねえな。ですな。まずはクラス賞だ。これでもまあ言ったっしょ。はい、ありがとうございます。いやー、逆にどうやって2位を取るのかわかんねえな。これどうしようかな。今日この後夏合宿とかできるかな。クォーツがクラス優勝。スキップ機能使えば結構サクッといけるかも。オニキスさんとロードナイトさんを抑えてのクラス優勝じゃないですか。クォーツが一番なら個人賞取れなくても点火しなくていいんじゃないの。あ、いや、むずそうだな。そうっすよね、俺もそう思います。僕もそう思う。でも多分そうはいかない。フミ、アルジャンヌ、お疲れ様。でもそうは僕もそう思う。でも多分そうはいかない。
アルジャンヌでクラス賞を取んの月さん卒業して以来初めてだわ。そっか、ここでちゃんと取ったの初めてか。お前もお疲れさ、ジャックエース。キサ、お前もな、よく頑張ったじゃないか。あ、よかったぞ。ありがとうございます。さあさあ、さて、いよいよ運命の個人賞発表だ。まあでしょうね。はい。ああ、ちゃんと鈴くんも取っていただきありがとうございます。スガチ、金賞スガチとフミさん、カイさん、カイドウさんということで、ああいいね、ここ、あーいいね、でかい金賞だ。キサちゃん、個人賞取れてる、しかも金賞だよ。いや、なんか初見の時も思ったけどさ、この終わった後の美月のさ、この力強い立ち方なんかこの美月ね、この美月のなんか力強く仁王立ちして拳握りしめてる感じがなんか男って感じがしてちょっと面白いんだよなここおい、やったな立花、すっげえぞお前。お墨を感じるんだよねこの立ち方に。なんかさっきまでの可愛い白馬ちゃんと全然違うんだよこれ。ダーンってって感じの効果音が聞こえる。他のジャックを抑えて金賞取っちゃうんだ、よくやったもんだな。ジャックができることを自分の力で証明したんだぜ。初めてのジャックで苦しんでたのが嘘みてえだな。本当だな。今回は君の対応力の高さにも驚かされたよ。こちらの要求をすぐに飲み込んで、さらに良いものを見せてくれるんだから。君が手に入れたのはジャックとしての自信だけじゃないはずだよ。確かに大鳥もスチルにちゃんと入ってるんだこれね。おめでとう橘。大鳥もふふんって感じでいる後ろに。色々言葉をかけてやりたいがうまく出てこない。お前が結果を出せてよかった。ありがとうございます。ありがとうございます。あっ、あれ、折巻すず。はい、あなたですよ。俺も名前ある、個人賞取ってる。おめでとうございます。本当だ、おめでとう鈴くん。おい、マジでどうしてもこの美月のビジュアルが好きすぎて、どうしてもここにしか目がいかん。おかしいな、元彼のはずなのに。すごい、鈴くんも個人賞取っちゃうなんて。よっしゃーやったー大鳥きらめきの姿ポケモンみたいに言うでね。お前が個人賞取ったせいで橘を押し出してたらどうするつもりだったんだ。え、あ、考えてなかったっす。本当だよバカバーカバーカ。クォーツ1年から2人も個人賞に送り出せるとは上々じゃありませんか。ああ、フミの金賞はいつも通りだけど。おい、かい、お前銀賞じゃないか。これさ、なんかフミさんの視線が本当にカイさんの方向いてるの、なんか良くない？ここ、お前銀賞じゃねえかって、本当になんかカイさんの目線の位置に目がいってるの、いいなこれ本当になんか向いてるみたいになってる。銀賞、俺が銀だよ銀。うん、初めてじゃない？銀取るの。銀色のきらめき。クォーツのアルジャンヌとジャックエースが金と銀なんてすげえ。おー、おめでとうございます。ああ、だがカイドウはどうだ。カイドウ、俺の負けだ。カイ、後輩を育成するという面でもな。いや、ちゃんと負けを認められる男よ。お前は橘をジャックとして見事に育て上げた。マジでこれさ、採点基準どうなってるのか細かく聞いてみたいよね。
なんか芸術展、演劇展みたいなのとかいろいろあるんだろうけど。俺の力じゃない。橘にジャックを見出したのはコクトだ。うん。それに、クォーツ星もみんな、そいつが個人賞を取れるように協力していた。何より橘が努力していた。ほんと。来た。とんでもない力を隠し持っていたのね。これだけ有能なら、どのクラスでも上を目指せそう。同意見だ。橘、お前の力を見誤り、失礼な話を持ちかけてしまった。すまない。お前のジャックエース、見てみたくなったぞ。ありがとうございます。ぜひ、お楽しみに。褒めるときさ、やったじゃん。いやー、前のめりに見てくれてありがとう、お前は。あんたの向かい、すっごく良かったよ。ありがとうございます。最初は嫌なやつだと思ってたけど、長谷倉さんのために叫んだところ、感動しちゃった。狙い通りじゃん。おめでとう、橘。ありがとうございます。葛西くん。すごかったよ。ジャックとしてもそうだし、舞台の上に立つ人間としても。本音を言うと悔しいけどね。ジャックとして勝負してるつもりだったのに、気に入ってばもう違うステージに行ってるんだもん。乾杯だよ。ウィンクだ。君はこれからクォーツに必要な存在になっていくんだろうね。はい、なります。でもね、俺諦めてないよ。ほう。え、君に俺のジャンヌになりたいと思わせてみせるから。かっこいい。これ葛西これが言うのいいんだよね。俺のジャンヌになりたいと思わせてみせるってやつ。覚悟しといて。じゃ、乙女ゲーかな、もしかして。表になりますな。そうでございますな。ネジ先輩。でかい。葛西くん、今回のことでなおさら気持ちを強くしたみたい。実力がある分、レベルが高いやつと組みたいんだろう。自分に釣り合うのはお前しかいないって目をしてた。花にも器にもなれる姿を見ているからな。同期ならなおさら感じるものがあるだろう。まあでも確かに葛西ってさ、ビジュアル的にはなんかメインキャラの一人に一人はいそうなルックスしてるよな。貴様に選んでもらうために自分のレベルを上げるってのは、貴様に対する敬意の表れだろうね。うん。いやいや、でも橘はクォーツだし、俺のライバルだし。そう、橘くんがクォーツを離れるなんて考えられないよね。ねえ。ここでフミさん、あさっての方向向いてるからね。本日の本日最大級のお眉です。はあ、うん、あ、何その冷たい目。いいじゃない、結果オーライだったんだし。あと僕も罪償いの猛特訓に付き合ったんだから。まあね。しかも打ち上げは自重園の高級焼肉ですよ。これも僕の巧みな交渉の賜物。やった、自重園だ。黒は肉なしな。え？妥当でしょうね。そもそも橘の頑張りのおかげだ。はい、それはそう。待ってよ、自重園で肉なしとか図書館で本読むの禁止と同じだよ。ジュジュエン、シイタケうまいらしいっすよ。大館山ででっけえシイタケ取れるって。シイタケ、シイタケ、シイタケが嫌ならシイタケええやんな。ライスです。ライス、ライス、ライス。ネジ先輩は半ライスです。はんはん。言ってくれるじゃないか、夜長くん。その挑戦受けて立つよ。君たちが思わずお肉を恵みたくなるぐらい情感たっぷりに半ライスを食べてみせるさ。そのシーンをボイスドラマでくれ。つうかそれより明日から夏休みだろう。イエーイ。エニスさんから話あるんじゃね。うわ、もう夏休みなんだ。はい、
結果発表が終わったら稽古場に集まるように言っていた。だったら行きましょうか。ほら、お前も行くぞ、立花。あ、かわいい。あ、え、ボイスドラマ欲しいよね。打ち上げで半ライスか、こりゃ愉快。すごいな、ネジさん。いや、そう、各公演の打ち上げとかめっちゃ気になるんだよな。本当によかった。これ新水戸かな。おい立花、やったじゃねえかよ、やってくれたじゃねえかよ。久しぶりにそのボソボソ頭見たらなんか違和感を感じた今。俺は最初から分かってたぜ、お前が個人賞取るってな。しかも金だ。ジャックのトップだって言われてる葛西を抑えての金だぜ。だぜ。俺も抑えられちまったけどな。なんだよお前この野郎、おいこら逃げんな。一人で楽しそうみたいになってますけど。しかしお前無茶するよな。舞台で突然知らねえ向井が出てきて驚いたわ。あ、アンバーね。アンバー今回出てないけど、アンバーがもし打ち上げやるとして、いや、やらないだろうね。そのままなんか帰って反省会とかやってそう。でもそのおかげで緊張感持ってやれたのかも。舞台って繰り返し練習するから悪い意味で慣れちまうことあるだろう。今から長谷倉に声をかける、次は向井に文句言われる、その次はって乾杯の合図取る田中右とか絶対に想像できないもんね。慣れすぎて人間の動きっていうよりも作業みたいになることがあってさ。あ、でも何するか分かんない向井がいたから一個一個集中できた気がする。いや、だってそうだね、突然殴りかかってくる可能性だってあるんだぜ向井。確かにあの勢いだったら殴りかかってくる可能性あったな。ダンス教室に乗り込むシーンなんか、ネジ先輩に長谷倉と向井を挑発しろなんて言われたからさ。お前の目つきが変わった時ヒヤッとしたぜ。でもあのシーンの叫びすげえよかったな。殺意も長谷倉のことが羨ましくなっちまったよ。自分のためにあんなに怒ってくれるやつがいるんだぜ、幸せだろうそんなのは。スズ君も誰かのために怒ること多いよね。あー、そうかな。じゃあお前は幸せもんだな、感謝してくれてもいいんだぞ。ここのさ、なんか親密度イベントってキサのセリフなるべく少なくしてるのがなんか対話してる感があっていいよね、スズ君と。みんなお疲れ様。お疲れ様です。夏公演が終わって明日から夏休みだ。イエーイ、夏休み編もやっちゃいますかね、このまま。入学してから今日までずっと授業に公演に忙しかっただろう。羽を伸ばすといい。とはいえあまりに怠けて、まあ、あとそうだ、8月10日から8月16日まで、そう、クラス合宿やっちゃいましょう。お前覚えてるか？それね、この辺ね。はい、というわけでじゃあついでに夏休み編も、まあ、あのスキップ機能を使わせてもらいますけれども、未読ストーリーを回収ということでいこうかなと思います。まずは鈴くん。おはよう。どうしたんだ、今日早いじゃん。おはよう、鈴くんも早いね。せっかくだし町に降りようと思うんだけど、お前も一緒に行かね。うん、行く。お前の個人賞マジでよかったよな。立花なら絶対取るって思ってたけど、個人賞で名前見た瞬間やっぱほっとしたわ。鈴くんも個人賞すごいよ。眠らずをコンビ揃って個人賞だな。あとさ、先輩たちも頼もしかったよな。新人公演の時は俺らをサポートしてくれてたけど、今回はガンガン前出てバシバシ決めて、それを同じ舞台の上で見られてよかったわ。あんな風になりてえ。あ、初見の方ありがとう。花屋と申します。仲良くしてやってな。でもやっぱ俺は悔しい。急に顔怖いじゃん。え、どうしたの急に。新人公演の時はお前のコンビといえば俺だったのに、今解散じゃん。それがなんか悔しいわけ。
俺ん中じゃコンビといえばお前だからさ。夏休み自主練やりまくって先輩たちにちょっとでも近づいてやるぜ。お互い頑張ろうな。頑張りましょう。そうだね、初コンビは特別よな。はい、というわけでランニングマンしていきましょうかね。夏休みボーナス。水汲みます。お、お出かけありました。ロードライト。あれ？あ、あー、これあれか、みのり川先輩の話してる時の話ね。オッケー。ここが、これなんだっけな。あ、でもここは笠井くんを選んでるからみのり川先輩で言ってみましょうか。私はみのり川先輩かな。え、そうなの？うん、みのり川先輩とだったら先輩がジャックエースとして培ってきた経験を私も学べるのかなと思って。ああ。やっぱり役割を与えられた人って選ばれるだけの理由があると思うし、その立場の視点って自分のためにもなりそう。あ、花屋の影響です。私はみのり川先輩と組みたいな。白田先輩ルートクリアした、おめでとう。アーカイブも追いついてくれてありがとうな。見ていきましょう。私は相変わらずゆっくりですが。わかるよ。なるほどね、そっちか。なんかキサのパートナー感がちょっとわかった気がする。そっかそっか。そっかそっか。みのりん先輩の劣勢は変わらずだけどね。はい、というイベントでしたね、前回の。これ1、2週間経ってからだよね、夏合宿って。確かこれは普通にそのままいけるな。そう、アーカイブねたくさんあるけれども、ぜひご覧ください。初見パートもねすごい感動したからな。鈴くんできます。あれ、鈴くんが和菓子屋さんの前でうなってる。あ、立花、実家に親戚が集まるから玉坂のいい和菓子を送ってほしいって頼まれてさ。でもそんなの買ったことねえし、何がいいのか分かんなくて。あ、そうだ、立花選んでくんね。私が？友達が選んでくれたって言えば渡しやすいし。鈴くんがそれでいいなら、そうだな。あ、これ夏らしくていいんじゃない？お、金魚が泳いでるみてえ。すげえ。なんだこれ、こういうの あるよね、なんか。これどんな味なんだろう。よろしかったら試食していってください。いいんすか？ありがとうございます。でもなんか魚食ってるみたいで、なんか嫌だな私。ひんやりしてて美味しい。おお、たまさか。でもすぐそこに観光地あるって強すぎるよな。見た目もいい上にうまいとか最強じゃん。これお願いします。ゼリー状のやつだよねあれ多分ね。ああよかった、あれ絶対家族喜ぶわ。俺になんかおごるぞ。そんな、いいのに。俺も腹減ったし。そっか、じゃあ食べて帰ろ。お、はい、1月も終わっていく。金曜日か。はい、8月になりまして、お出かけが続いていく。あ、新密度イベント行けるわ。じゃあ新密度イベント行きます。覚悟はいいか。電話？青からだ。
もしもし、キサちゃん元気？うん、そっちは？今来た方々もこんばんは。元気だよ。実はね、さっきまで玉坂座の舞台を見てたの。じゃあ、今こっちにいるんだ。せっかくだし、お茶でもしようよ。青もそのつもりで電話したんだ。じゃあ玉坂坂に集合ね。玉坂坂、めっちゃこのルート青ちゃんに合う。いたいた、キサちゃん、ここだよ。かわいい。ごめんね、待たせて。ううん、忙しいでしょ、キサちゃん。相変わらずかな。相変わらず。すごいな、頑張ってるね。たくさんやることあるのに、こうやって青と遊んでくれて嬉しいな。青ね、キサちゃんと一緒にいるのすごく楽しいんだ。青、ありがとう。私も青と一緒にいると楽しいよ。気も楽だしね。周り男の子ばっかだもんね。へへ、嬉しい。確かにな。周り男子ばっかりの学校通ってるとやっぱり気張っちゃうだろうな。なんか心なしかキサちゃんも青ちゃんと喋ってる時こうなんかかなり砕けてる感じに聞こえるよね。じゃあどこかお店に入ろうか。お、え、あ、あれ、これは初めてのパターンだぞ。初めてのパターンだ。あ、これどうなっちゃうんだろう。鈴くんとしては立花は完全に男だと思ってるから普通に女の子とのデートという風に見えるんだよね、これって。多分この顔、あ、察しみたいな顔じゃんこれ。え、どうなっちゃうのこれ。なるほど、そういうパターンか。すずくん、お疲れ様。え、おーってなるわな。ああ、なるほど、そういうパターンか。はあ。ん？どうしたんだろう。すずくん、なんだか変だ。いや、気づけ、そこは気づけ。買い物？散歩？まあ、そんなとこ。じゃあ、またな。これは、これは。え、ああ、スズ君。あ、なるほどね、そうなっていくのか。今の人、眠らず王様。眠らずを認識してる。確かにそれはそうなんだけど。うん、同級生の織巻スズ君。いつもは元気で明るいんだけど、舞台の上でもそんな雰囲気だったね。ねえ、キサちゃん、もしかして勘違いされちゃったのかな。まあでもそうなるんじゃない。勘違い、え、まさか。だってさ、ユニベール生だってもう生徒の時から人気な人っているわけじゃないですか。そもそも月2位とかだってそうだったし、それがさ普通に玉坂坂で女の子と歩いてるシーンって結構まずいんじゃないの。アイドルデビュー候補生みたいなもんやろ。青が私の彼女とか？実質彼女だけどね。うん、キサちゃんユニベールじゃ、ほらね。ほらねって。そうだ、スズ君にとって私は男友達なんだ。そうな、いや忘れちゃうか、忘れちゃいますかね。その私が女の子と一緒にいるのを見たら彼女だと思われてもおかしくない。でもだからってあんな風に気まずそうな顔するタイプじゃないんだけど。キサちゃん、後で誤解を解いておいた方がいいかもね。いや、いいかもね。あ、そうだね。うん、そうするよ。いやでも難しいよね、女の子と会ってるってなったら。なかなか男子だったら
とさら難しそうだけどな。お、すずくんの部屋ってそういえばさ、見たことないかも私。すずくんの部屋初めて見たかもしらん。なんかのポスター買ってあるな。なんだろうこれ。はあ。お、はーい。はあってなってた。なんか複雑な気持ちだろうな今。スズくん、立花です。え、立花？あ、ごめん。ああ、こっちこそ。急にごめんね。いや、どうしたんだ？どうしたんだ？あのさ、ほら、玉坂坂で会ったよね。ああ、おう。おう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 。あのね、ああこれちょっとクイックロードしてみますか。クイックセーブ、クイックセーブはこっち。お、クイックセーブしてみますか。友達なんだから言ってみますね。じゃあ友達なんだ。え、一緒にいた子勘違いしてるような気がして。え、彼女じゃねえの？うん、友達。いや複雑、逆にそう言われても複雑。本当に？本当だよ。そっか、にっこり。お、おりまく上がった。でも好きだったりすんじゃねえの、あの子のこと。あれ、こっから共通ルートかな。様子がおかしかったからできますか。様子がおかしかったから。え、ああ、どうしたんだろうと思って。彼女か。え、一緒にいた子。違うよ、友達なんだ。向こうから言われるパターンになるんだ。すげえ必死じゃん。それだったら自分から言った方がいいな。だって本当だから。あ、いや余計怪しくなっちゃったこっち。このパターン。あ、でも一応上がるんだ。折り巻きアップ。でも好きだったりすんじゃねえの、あの子のこと。え、お前すげえ楽しそうだったからさ、見たことねえ顔してた。ああ、まあ確かに。安心してる顔。お前があんなに気緩んでるの初めて見た。ってことは普段からすずくんは見てるんだよね、キサちゃんのこと。青は全部知ってるし、同性の友達で気を使う必要がないから顔に出てたのかも。出てたんだね。でもそれは言えないし。あのね、あの子は本当にいい友達なんだ。すずくんが考えているようなことはないよ。うん、間違ってない。いい友達。うん、こんな嘘はつかない。そっか。あ、でも鈴くん的には別に、彼女なんだってさあ、普通に考えたら、お、彼女いるんだ、やるな立花ぐらいのもんでいいと思うんだけど。普通だったら男友達なわけだから。ここ、こんだけ言いよどんでるってなんか複雑なんだろうね、いろいろと。まあ俺も最初見た時は女の子が二人で遊んでるようにしか見えなかったけど。逆！鈴くん鋭い。鋭いっていうかね、あの普通にそうなんですよ。あの普通にそうにしか見えないのよ。逆に言うと、普通に女の子の姿のままでユニベールで男として通じてるユニベールがやばい。びっくりさせちゃってごめん。ああ、いや俺も変な態度取っちまって。立花に彼女がいたっておかしくねえ話なのにな。うーん、お前は真面目で優しいし、人の話もしっかり聞いてくれるし、でいざって時は助けてくれるんだから、そりゃモテるに決まってる。お前のそういうところ友達として分かってんだ。分かってるか。分かってんだけどな、なんでだろう、これ胸がざわっとして。ざわ。ごめん、今日調子悪いのかも。あなた疲れてるのよ。そっか、
じゃあ私戻るね。また明日。うん。立花。あ、どうしたの鈴く。変なこと言うかもしんねえけど。は。俺、お前のいい友達になれないかもしれない。何？これは、これ、まるで乙女ゲームみたい。お前のいい友達にならないかもしれない。え？こっから、親密度、さすがに3話目ってことですか？ってこと？俺、もしかしたら。あ、いや、なんつうか、こんだけ気を使わせちまったからさ、悪い友達だなと思って。でも、誤解したままじゃなくてよかった。ほら、知らなかったら俺、複雑みんなに言いふらしてたかもしんねえだろ。言いふらしそう。わざわざありがとう。じゃあ、お疲れ。お疲れ様です。あ、うん。いよいよ鈴くんルートって感じになってきたな。え、もしかしてジャックジャンだって乙女ゲームだったのかな？ごめんね、青のせいで。ううん、そんなことないよ。すずくんのことだから、明日になったらまたいつも通りに戻ると思う。うん。ねえ、キサちゃん、あ、折巻くんって、あ、ごめん、やっぱり何でもない。また今度一緒に遊ぼうね。あおちゃんは鋭いからな。キサちゃんが誤解されないように、あおも気をつける。だからこれあれか、なんかすずくんはさ、やっぱりこう立花のことをこう好きな、恋愛的に好きになりかけてるんだけど、でも頭では男だと思ってるから、なんかよくわかんないことになってるんだよね、多分ね。うん、だから本当に女の子だってわかったら結構一気にやばいんじゃないの、わかんないけど。ありがとう。じゃあまたね。なんか見つけルートの時ってさ、なんか明確に、あー、でもあったっちゃあったか、 あったか、あの言ったもんな。うん、そのし、でももうそのなんか自分が女であることを言った瞬間にはもう美月はもう完全に気づいてるっていうシチュエーションだったからあれだけど、すずの時はどうなるのかな。すずくん、ちぐはぐな感じなんでしょうな。すずくんに、この状況ですずくんに会いに行く、鬼畜さ。いいね、乙女ゲーっぽくなってきたよ。立花！めちゃくちゃ元気だな。うん！ユニベールの糧食って何でもうまいよな。立花は何にする？そうだな。おう。ちょっとこれクイックセーブしてみますか。卵と鶏のそぼろ丼。にしようかな。俺もそれにしよう。俺肉が好きだわ。夏公園の打ち上げ焼肉めちゃくちゃうまかった。じゃあ好きなメニューは？お肉が入った料理？そうそう、肉なら何でもいいわ。あ、ハンバーガー好きだった。あ、すげえ大声出してた。覚えとくね。切り替え早っ。あ、クイックロードできずに終わってしまった。はい、ではランニングマンしていく感じかな。これ夏合宿っていつからだ？あ、モナスタースクールでしか行けない、そんな日あったっけ。じゃあモナスタースクール行きますか。たまにはモナさんに会いに行こう。あら、来たわね、立花くん。来ました。ユニベールも夏休みに入ったのね。
夏休み中もモナスクールはレッスン開催中よ。ご覧ください、絶対モナさん現役の時ジャンヌだっただろうなっていうこの腰細っ、ジャンヌの腰よこれは。じゃあ今日はどのメニューにする？強制モナだった、そんなイベントあるんだこれ。あーあれ待って、私がさ、あれどれだ、私がやってんのって精神力で合ってんだっけ、精神力で合ってるよね。その鈴くんルートのあれって、あのずっと体力って呼んでたけど体力じゃないんで精神力で合ってんだよね。精神 OK。 暑さにやられないように精神を鍛えましょう。 OK。 お、鍛えた鍛えた。お疲れ様、水分補給はスポーツドリンクがいいわね。夏休み明ける頃にはもう25とかになってそうですね。ずっと私も体力だと思ってたわ。体力って呼んでた。なんか精神力が鍛えられるんだこれ。まあでも演劇とかだったら体力も体力作りも大事だと思うけどね。あれーまたか。あーこれってでもさ、センス、ん？クオーツ量？クオーツ量っていう謎の選択肢あるな。クオーツ量行ってみますか。すっげーな。そうだね。別世界だよね。二人ともどうしたの？なんか背景も相まってさ、そうちゃんがなんか、ロングの髪を後ろで結んでるみたいにな、一瞬見えてびっくりした。そうちゃんってなった今。お、立花、映画の舞台挨拶配信されててさ、面白そうだよなこういうの。すずくん似合いそうだよね、主演でさ。そっか、よしやってみよう。立花と柳川も並んで。眠らず王で王様役をやらせていただきました織巻すずです。眠らず王なのに本番当日に寝過ごすっつーありえないミスやらかしまして、と仲間が探しに来てくれなかったらマジで代役になるとこでした。笑えないんだよね、あはは。乾いちゃってるじゃんもう。はい、じゃあ次立花。娘役を演じた立花キサです。歌のシーンが見どころになっています。はい、そうちゃん。掃除番役を演じさせていただきました夜中宗志郎です。二人で共演できてすごく嬉しかったです。ふん、来た。何やってるんだサンバガメ大鳥は。子供みたいにごっこ遊びか、まっ全くくだらない。はい、騎士役の大鳥教授さんです。振った。こんなこと言ってますけど、大鳥さんは本番中にセリフが飛んで、うわー、おいやめろ。ここでいじられるんだ。へー、ここでいじられるイベント挟まるんだ。ほえー。演劇はごっこ遊びの最上級。確かにな。面白。大鳥いじり。いいぞー、クオーツ量の大鳥いじり。8月8日。お出かけ。体力ゼロなのにお出かけ。大館山。あ、セリフ飛ばした人だーってなるやつ。立花。あれ、立花じゃねえか。鈴くんが大館山にいるの。珍しいね。なことねえぞ。朝この辺走ってんだ。朝の山走るの気持ちいいぜ。お、山男になっていく。そういや、カイさんもよくこの辺にいるよな。会ったら挨拶すんだけど、この前お前のこと話したわ。私？お前がいると動物が寄ってくるらしいじゃん。モナカのことかな。山にいる動物という動物が集まってくんの？そんなことは。あ、来た！キイキイ！え？あ、おなか！おなか、めちゃくちゃ久しぶりに見たわ。
行っちゃった。あ、すげー、マジじゃねえか。まあそうなるよな。やべえ、立花は動物使いだってみんなに教えねえと。いや待って、あれはあの子が特別で。確かにカエさん卒業後の山男は彼だな。まあジャックエースになっていくだろうし、体力ゼロをお出かけ、必死に鈴くんを追いかけていく。あー、すっげー楽しかったっすね。だな。お、キサー、お疲れさん。お二人でどこか行ってたんですか？仲いいね。フミさんとボルダリング。へえ。ボルダリングって壁を登っていくやつ？そう。今日はクライミングジムじゃなくて外の壁でやってきた。室内じゃなくて室外でってことですか？お、てっぺんまで15メートルくらいあんだよ。クォーツ量の高さくらい。あ、高いね。もちろんロープつけてるから落ちねえよ。でもすごいですね。フミさんマジでうまいんだよ。すげえ早いし。スーは力だけで登ろうとすっからな。あれは掴む岩考えて登ってくもんだから。あとは全身のバネやバランス感覚だな。いろいろ鍛えられそうですね。クォーツのみんなで行ってみてえな。楽しそうだね。へえ、なんか先輩後輩仲いいのいいっすね。おい立花。あ、夏合宿編だ。お前合宿の準備終わった？あ、これあれか、親密度でここが来るのか。どこ行くんだろう、海、山、町、どっちにしても楽しみだよな。授業も公演の稽古もなくて寂しかったしさ、頑張ろうぜ。頑張りましょう。うん。夏合宿も今回は鈴くんを追いかけていきましょう。初見の時は美月追いかけてたしね。あ、これあれか、まあ、この辺はちょっとパパパーっと見させてもらって、はい。というわけでカイドウさんのグループに、助けていただいて、とんでもない、おお、とんでもないところを貸し切っての夏合宿が始まりますということですね。きつー。お、初日でこれかよ。ここも親密か。あれもこれもそれもやんなきゃなんねえから頭パンクしそうなんだけど。ねえからな。立花、この合宿頑張って生き延びような。生き延びましょう。あ、でも私結構夏合宿好きだな。まあなんか初見の時も言ったと思うけど、夏って感じがして、しかもちょうど私やった時ちょうど夏だったんだよな。合宿来ていきなり寝る。体力もないからな。はよー立花、朝ホテル周りランニングしてきたんだけど、すっげー気持ちよかったぜ。早朝の海ってめっちゃ綺麗だよな。泳ぎたくなっちまった。あ、これあれだ、バクですね、バクのやつ。はい、まあ短編台本みたいなのをやって、あ、これどちらもやりたいをやったから、じゃあ今回はジャッんぬがやりたいでいってみようかな。ジャンヌがやりたいでやったら、これ、ジャックが鈴くんになったり、これ1000回ね。え、そういうことはないか。わかんないけど、ジャンヌがやりたいやってみようか。ジャンヌがやりたいな。あ、ごめん、僕、立花くんで見たい組み合わせがあるんだった。あらま。なんで聞いたんすか。本当だわ。そうですよ。すまぬ、すまぬよ。というわけで。立花くんの相手は織巻くんでよろしく。ああ、よかった、ありがとうございます。え、俺、織巻くんが僕で立花くんがバクね。俺がジャックで立花はジャンヌか。眠らずを思い出すな。よろしく。これジャック選んだら今度はソーちゃんになったりしないかな。1年のエースコンビだな。お、クオツ生 A が生えてきた。やっぱ違うよな、あの二人は。
そうちゃん、ここなーここなー、もう秋公園のフラグ立ってるんよ。そうちゃん、夢は僕の人生そのものだ。人の夢を食いつぶそうとするお前なんか地獄に落ちてしまえ。さよならのお時間です。あー、久しぶりにジャンの声聞いた。ここから僕が彼女の置き手紙を読んで終わりだよな。うん、なあ、結局僕はどうなると思う？ここから頑張ってハッピーエンドにしてもらいたいんだけど。自分の夢を応援してくれてると思っていた彼女の本心を知って立ち直れんのかな。僕って彼女がいたから頑張れてた気がするし、うん、はい、ここまで。出来は明日の稽古でチェックするよ。おが、もうそんな時間か。役の掘り下げは結構できたな。また明日も頼むぜ。お願いします。うん、なるほどね、こうやって変わっていくのか。あ、はい、コンビニ行くシーンか。いいよねこの汁ね。あー、一瞬で終わってしまった。悩むな。どうしたの鈴くん。小腹が空いたからおにぎりでも買おうと思ってたんだけど、弁当を見てたらそっちが食いたくなってきてさ。うん、このカツカレーにしよう。鈴くん、夕飯がっつり食べてたけどもうお腹空いたのか。やっぱり男子は違うな。私もお腹空いてきちゃったかもしらん。あとスナック菓子に炭酸アイス。すずくんがすごいのかなこれ。いや、すずくんはだいぶ食う方でしょうね。立花もアイス買わね。体も大きいしね。これうまそうだぜ、ホワイトキリマンジャロ。でも私こんな時間にアイス食ったりしないわ。え、何そのアイス。ほらこれ。いいよね、あそこのコンビニスチル。初見の時に舐めるように舐めたやつ。さあ、ランニングしていきましょう。お、この機能も現在使用できます。あ、1日ごとなんだ。お、ついてくんの AP。まずは折り巻くんと立花くんだ。来た。オーディション？大丈夫、今度こそうまくいくよ。そんな不安そうな顔しないで。今来た方々もこんばんは。そう遠くない未来、誰もが僕の歌を口ずさむようになるさ。鈴くんの演じる僕は、おお、自分の夢が叶うって心から信じてる。その分やっぱ鈴くんが出てくるって、ここのイラスト違うんだね。よし、前ネジさんとかだったような気がする。カイさんとネジさんとか。私は夢食いのバク。おお、人の夢が好物です。まどろみに見る夢ではございません。開いたまなこが見つめる七色の光が好きなのです。んー、はい、オッケー。かい。山行ってくる。本日のネジティ。え、まだ途中っすよ。また後でやってもらうから練習しといて。では次。おお、良かったのか悪かったのか分かんねえな。みんなの演技見せてもらったよ。はい、俺らだけじゃなくて他のコンビの。ではここでコンビをシャッフルしてもらいます。はい、これでシャッフルが入ると。え、シャッフル？折巻くんと組んでバクをやっていた立花くんが別コンビで僕をやっていた夜長くんと組むのさ。さ、え、じゃ、俺はどうするんすか。折巻くんはフミと組んでもらう。フミさんと。役はそのままで相手を変えるのさ。それじゃあ橘くん、夜長くんコンビ行こうか。あの、合わせる時間は。そんなものないよ。鬼。え、では始め。合わせなしで演じるのは怖いけど。おー、そうちゃんジャックってなかなかやらんしな。行こう、そうちゃん。うん。ね。オーディション。
大丈夫、今度こそうまくいくよ。そんな不安そうな顔しないで。これ鈴くんと全然違う。おー、やっぱやる人によって全然違う。そう遠くない未来、誰もが僕の歌を口ずさむようになるさ。鈴くんの僕は本気で信じてそう言ってた。そうちゃんの僕は彼女を安心させるために無理して言ってるみたい。別の話見てるみてえだ。俺の中で僕はこれしかないって感じだった。あーねー、そうなんだよね、それなんだよね。夜中の僕を見てるとしっくりくるっつうか、僕ってこういうやつだったのかもしんねーって思えてくる。自分の役をやってる他の人の演技見るの結構面白いよな。役の解釈が違うようだな。コクとも真逆なタイプ当ててんだろう。あの、俺とヨナがどっちの僕が正しいんすか。あー、正しいっていう聞き方するんだよね。役作りに正解なんてないよ。そうですよ、だから必死で探すのさ。彼女はどこに行ったんだ。あ、これ手紙。あとはそうちゃんが彼女からの手紙を読んで終わりだ。鈴くんの僕は心の支えだった彼女からの別れに絶望してた。うん。そうちゃんの僕は本当はもっと若いうちに結婚したかった。もっと早くお母さんになりたかった。もっと幸せになりたかった。これ以上あなたの夢には付き合えない。笑った。安堵したように笑った。笑った。そうか、僕は夢を諦めたかったんだ。うん、もう諦めてるのかも。でも彼女が応援するから頑張らざるを得なくて、彼女がいなくなってやっと自由になれたんだ。全く同じセリフ、同じエンディングのはずなのに全然違うストーリーだ。面白いでしょ、橘くん。ネジ先輩、これが演劇ですよ。おー、これが演劇ですと。これが演劇。キサちゃん、キサちゃんのバク、ものすごく新鮮だったよ。同じ話でもこんなに変わるんだな。それが演劇なんだな。演劇なんだな、これが大事なことを気づいていく。8月13。いや、演劇は面白いですよ。いや、奥深すぎてちょマジで難しいけど、演劇またやりたいっすな。お、観光イエーイ。というわけで、すずくんやそうちゃんが気になる、これでいきましょうか。二人ともこのまま明日まで寝ちまうんじゃないかと思ったわ。特にヨナがな。スズ君はすぐにでも出かけてるんじゃないかと思ってたよ。おお、言ってたぞ。ホテル探索してたんだ。でっけえ庭があってさ。すごい。で、昼飯食い損ねたんだ。腹減ったわ。そういえば僕も食べてないや。キサちゃんは？私も。だったら繁華街に飯食いに行くか。歩いてすぐだぞ。うん、そうしよう。こういう流れになってたんだな。田坂も観光客が多いけど、綾浜も賑やかなんだね。飯食うところもいろいろあるな。どこにするか迷うぜ。お、なんだあの店。ん？どれ？ほら、あの南国風の店、派手で目立ってるやつ。すごいよね、なんか南国風の木がめっちゃ立ってるもんね、綾浜って。エスニック料理の店かな。辛いやつか。エスニック料理ってどんなやつだ。エスニックな料理さ。東南アジア系の民族料理が多いと思うよ。綾浜市は新鮮な魚介類を使ったエスニック料理が名物だって聞いたことがある。なあ、あそこで食ってみてもいいか。うん、行きましょう。メニュー、メニュー。お、
知らない料理ばっかだ。本当だ、どれを頼んだらいいかわからないね。なんかこの時間帯にご飯の話されるとめちゃくちゃお腹空いてくるよね。こういう時は店の人に聞くのが一番だ。すいません、おすすめの料理教えてもらっていいですか。そうですね、そうですね、カオープサパロットはどうですか。エスニックな感じだ。これ夏公演って書いてあるけど夏合宿に変えとくわ。さすがに夏公演終わっちゃったしね。カオーサパ、カオープサパロット、パイナップルを使った蒸しチャーハンです。とってもユニークで美味しいですよ。酢豚にパイナップルが入ってるみてえなやつかな。シーフードも入ってます。じゃあそれで他にも適当に何品か。お待たせしました、カオープサパロットです。ありがとうございます。え、カオープサパロット、はあ、これって。何が出てきた。おい、パイナップルの中にチャーハン入ってんぞ。へー、すごっ、実在する料理なのこれ。すっごいインパクト。え、お腹すくわ。そんな画像付きで見せられたらそれはお腹すくわ。香りはパイナップルだね。どんな味なんだろう。カオープサパロットは実在するんだ。こういうのは勢いだ。いくぞ、いただきます。別にまずくはないだろうからな。美味しそうだと思うけど。いける、いけるんだ。うん、癖になりそうな味。香りだけじゃなくて味もフルーティーだね。へえ、全然知らんかったな。ちょっと食べ、ちょっと一回気になるよね。しかしこんな料理が来るとは思わなかったよな。ウーバーイーツとかで頼みそうだな。店員さん面白がって言ったろ。忘れられない思い出になりそうだね。まあ毎回あれ言ってると日本人にはウケるみたいな定番ネタなのかもしれないね、あの人にとっての。うん、腹いっぱいだわ。どの料理も美味しかったね。パイナップルチャーハンのインパクトには勝てねえけどな。パイナップルチャーハンか、今度頼んでみよう。これからどうする。俺はもうちょっと街ぶらついてから帰るわ。僕はホテルに戻ろうかな。私は、お、街をぶらつく、ぶらついたらぶらついてみますか。なんか鈴くんもぶらつくって言ってるから、ちょっとぶらついてみますかね。私も街をぶらつこうかな。あ、ここで個別ルートに行くんだ。それなら一緒に回ろうぜ。はあ、これでホテル帰るってなったらそうちゃんと一緒に帰るみたいなルートになるってことか。はえー、よき。じゃあ二人ともまた後で。またね。ああ、なるほどね、そういう分岐があるんだ。お、あれこれ見ているうちに日が暮れてきたな。はや、本当だ、あっという間だったね。どう見ても太陽さんさんですが。途中で食べた綾浜牛のコロッケまだ食べてたの。ドクターフィッシュはくすぐったくて。お、どうしたの。どうした。ポスターだ、玉坂歌劇の。おお、本当だ。俺らの先輩の中でも特に優秀な人しか入れねえんだよな。そうらしい。玉坂歌劇、将来的には3年の3人は入るみたいだけど、俺らみてえにユニベールで頑張ってたのかな。玉坂坂ってユニベール生しか取ってないのかな。夢食いバクと僕、なんか他事務所とか他界隈からの経験者取ったりすることもなくはないと思う。一人一人解釈が違って面白かったよな。でもさ、ん、ん、俺今回僕だったけど他の人が演じる僕の方がうまく見えたわ。お、俺自分のこと僕っていうのもなんか抵抗あんだよ。違う人間って感じしちゃった。ああ、そうなんだ。違う人間演じるのが演劇だってのに。うん、そう思うけどね。バクはさらにできなかっただろうな。私も演、鈴くん、即興劇とかでだったら俺とか僕とか言えるけど、普段だったら絶対なんか違和感あって言えないもん。鈴くんもバクやってみたら。え、でもバクは中性的なジャンヌの方がいいんだろ。
正体不明の存在だから、鈴くんみたいなバクがいてもいいんじゃないかな。それもそうだな。うわ、やってもねえのにできねえ気持ちでいるなんてかっこ悪い。僕は私がやるよ。帰り道でイメージを膨らませてホテルに戻ったら合わせてみよう。いいのか？なんか悪いな。私も夏公園でお世話になったしね。なこと気にしなくても。で俺も一緒か。ありがとな、立花。単純に明るいバクっての不気味かもしれないね。はい、14日、14日の金曜日、ランニングに励む立花の姿があった。っていうかこれ舞台上を走ってるよね、これ。ぞどう見ても舞台の上で走ってるわ。今日の稽古はこれで終わりか。もう外暗いな。はい、ここは既読ですな。あ、来た、肝試しシーンだこれ。あ、これは鈴くんと組みましょう。これはさすがに。なあ、立花、俺と組まね。私も声かけようと思ってた。相思相愛じゃん。さすが、分かってんな。分かってんな。多分そうちゃんが睨んでくる。それじゃあ順番にスタートしてくよ。うわ、ホテルの敷地内なのにすげえクレーのな。懐中電灯なきゃ道が分からなくなりそうだぜ。これ美月の時意味不明すぎたん。確か美月と言ったよね、これね、初見の時。不気味な感じもするしさ。デジ先輩が肝試しに適した道を探してきたんだろうね。デジ先輩ってほんと凝るよな。演出家ってそういうもんなのか。なんか出てきてもおかしくない雰囲気してんぜ。でもここのなんか肝試しがさ、気候応援編に生かして生きてる気はするよな。立花はこういうの平気？怖い？私？え？え？普通。ちょっとクイックセーブしとこう。平気だよ。平気だよ、強っ。お前可愛い顔してんのに肝据わってんな。あ、何気に可愛いって言いました？鈴くんは？俺？ああ、ここは大丈夫かな。怒られなさそうじゃん。いやいやいや、絶対怖いって。怒られないって誰に？誰って聞かれるとどう答えていいのかわかんねえけど、大館山は夜入ろうとしたらビリビリするんだよ。それに比べたらここは平気。何その霊感的な意味で。俺もお前も怖くないんじゃ肝試しに何人じゃねえの。なあ立花、前歩いてくんね。おっと、どうしたの急に。いいからいいから。ん、わかった。なんか脅かそうとしてるんでしょ。うん、単純すぎ。どうしたの。どうした。強すぎるでしょ、キサちゃん。反応薄いな。うっす、どうしたのって。なんだよ、ちょっとぐらいビビらせてやろうと思ったのに。だって不自然なんだもん。スズくんは前歩いてる方がらしいよ。そうだね。よし、じゃあ教会目指して。あ、やっぱり教会目指していく中でね。うわぁ。かわいいね。おい立花、心臓止まるかと思っただろ。かわいいね。ごめん。イチャイチャしてんね。これクイックロードするか。明かりが見えてきたぞ、教会だ。怖い。少し怖いかな。ちょっと弱さを見せていく。全然怖くないのに、本当は全然怖くないのにちょっと怖いって言うとく。そうなんだ、こういうのって怖がってると寄ってくるらしいぞ。やめてよまあ幽霊なんてそうそう会えるもんじゃ。うわっ、え、うわ
わ、どうした？そこ、ガサガサした。どこ？そこ、ここ？なんもいねえぞ。そっか。なんだったんだ、野生動物では？おいおいおい、抱きつくな。え、抱きついてるの？イチャイチャか？今度はあっちが揺れた。アベックじゃん。あっち？どっち？そっち。こっち。なんだなんだ、もうあっちこっちそっち。なんもいねえ。そうか。いつまでしがみついてんだ、カップルか。あ、ごめん。いや、もう怖いなら別にいいけど。どんだけ引き出しあるの。いねえから、何もいねえから。こっちはかなりコメディ調だったな。より、お、明かりが見えてきたぞ、教会だ。よっしゃ、着いた。なんだかんだ疲れたな。今来た方々もこんばんは。こんばんは。お、学生さんかな。こんばんはって普通に言ってくれた。あ、こんばんは。あれ、なんか牧師さんなんか出てきたっけ。遅くにすみません。え、こんななんか山奥にある教会怖すぎん。ここ人いるの。いえいえ、ここは景色が綺麗ですからね、ゆっくりしていってください。美月の時いなかったよね、牧師さんって。景色、お、ほんとだ。ホテルや綾浜市の繁華街が見える。へえ。ネジ先輩、これが見せたかったのかもな。なんか美月の時ってなんかぼんやり光が見えるみたいな感じだったっけ。はい、おかえり。おお、どうだった。普通に帰ってきちゃった。美月ルートの時お姉さん、お姉さんだったっけ。へえ、面白かったっすな。牧師さんも親切で。あ、察し。牧師さんいたか、そんなの。こわ。え、教会の前に立ってた人っすよ。黒斗、誰かに頼んでいたのか。いやいや。え、こわ。みんなも見ただろ。僕は見てない。幻覚でも見たんじゃないのか。あれ、なんか大鳥の私服っていうか、この格好なんか正面から見ると初めて見た気もするけど、かっこいいな。幻覚じゃねえって。なあ立花、見たよな、いたよな。いました、ちゃんと放送にも乗りました。じゃあそういうことにしとけば。冷た。いや、待ってくださいよ、透けてなかったし、話せたし、足もあったし、ネジ先輩の演出でしょ。織巻くん、その話もっと詳しく。興味津々。めちゃくちゃ目がキラキラしてる。じゃあ私たちが見たのって、オバの毛。え、ビデオ判定だ、これは。審査員、怖え。幽霊を怖がるんじゃないよ、幽霊もいいぞ。こういうネタになっていくのか。へえ、面白い。詳しく。なるほどね。それぞれの肝試しルートがあるってことか。なんか特に、お、声を大きく、おはよう。声をもっと張っていってみよう。おはよう。うん、その言い方だと今の動きに合ってないね。うん、あ、そうですね、すみません。大きな声で挨拶するなら大きな声で挨拶しそうな人を演じないとダメなんだ。あそこの幽霊話がどういう、もしかしたら秋公演のヒントになってたかもしれないよね。あー、明るく無邪気な少女。なんとなくこっちにしてみよう。明るく無邪気な少女にしよう。行きます。場所は綾浜の海にしよう。うん、とてもいい天気で潮風が吹いている。遠くに船が見える。しばらく船を眺めて視線を戻す。
そこに見知った顔がある。おはよう。相手に駆け寄って軽く会話を交わして一緒に歩きながら去っていく。女子じゃんかよ。女子やん。そうだね。ちゃんと可愛くできてるんじゃないの。そうちゃんも知ってるからな。可愛い。可愛い。まあそこがすげえんすよね。まるで女子みたいだもんね。でもあいつのジャンヌってどこかブレーキがかかってるんだよな。美月ってもうこの段階で見抜いているんだな。美月と の ルートは全く今回踏んでないけど、それでも気づいてるんだ。まあでもあれか、冬公演のあれがあるからな。思い切り女になりきれてない。そこが解消されないならネジさんは橘をジャックとして使うかもな。おお。そうちゃん複雑だよね。いやーそうじゃないんだけどなみたいな。なるほど。橘君、次はあざとい感じでやってみてくれない。あざとくですか。はい。おお、あざとくやったら魅力が、はい、あここからはもうすでにやったルートってことか。 おい橘、親密度っぽいな。あ違うか。鈴くん、はよ。お、はよ。軽い。あそうだ、鈴くんはいつも明るく挨拶してくれて、それでおはよう。あおはよう千本ノックのシーンか。お疲れさ、ここ親密度でサポートキャラクターが変わるみたいな感じか。ううん、助かった。なんか言わなくちゃいけないような気がしたんだよ。それにしてもすごかったな。次から次に全然違うやつ現れるんだもん。あんなんやってたら頭おかしくなりそうだぜ。どれも良かったけど、織巻鈴特別賞のおはようがあったぜ。よかった、聞かせてやるよ。ありがとう。はい、というわけで戻ってきましたと。16日、これ海のシーンやりたいな。ランニングマンね。えなんかいざ挨拶してくださいって言われたら結構迷うよな。お、海でバカンス来た。まずいことになった。というわけで海に行くんですけれども、キサちゃんは女の子であると。全員美形なんですけど。はい、来た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 。はい、というわけで日差し強い。早く日陰。早く日陰。美月が干からびてしまう。はい、この辺とかもね拝んでいきましょう。あどう見てもどう見ても女子のそれ。おいお前ら、なんだその水着は。全員男子です。このこれを拝見しながらちょっと一回お手洗い行ってくる。このシーンをご堪能ください。
戻りました。よいしょ、セクシーなゆきちゃんのよいしょセクシーなスツエータのセクシー水着シーンはいかがでしたでしょうか。やだ、みのりかわ先輩、ジロジロ見て変態。男なんだよな。いいんですか、司先輩。可愛いからいいんじゃない、全員男の子でも。司先輩もマダムみたいな格好してんだよね、すごいよな。え、全員男。全員だが全員男だ。いや、ユキがこん中でもさ、なんかエータはこうやって見るとこうなんかボディービルディングしてる女の人の体の出来みたいな、でもこう結構やっぱ足とか二の腕は男っぽいかなとは思うけど、まあそれにしたってすごいスレンダーだけどね。しかも胸作ってるしね。ユキのこの体はどう頑張ったって男、素の男じゃ実現できない体つきですよ。こんなロードナイトの子たちを見てると私が気にしすぎなのかなって思えてくる。うん、気にしすぎなんだよね。ロードナイト見てるとおかしくなる。ああ、この辺も、ああいいですね、白いですね。シロと先輩のそばにいたらいろいろ頼まれるから自然に動き回れて良さそう。これそもそもスズ君の体つきやばすぎる。よくあんなにはしゃげるな。かわいい。スズ君見てみよう今回はね。スズ君は今何してるのかな。おーい、タスメラ。あ、スズ君。あっちに面白いもんあったんだ、ちょっと来いよ。面白いもの？カヤックだよ、カヤック見たら驚くぜ。すごい、このカヤック透明なんだね。すごい。めっちゃ綺麗。カヤックって乗ったことある？カヤックあるわ私。あの海辺行ってなんか船一人で漕いで、なんか鍾乳洞じゃないけど一人で突っ込んでったことあるわ。キャンプの時に冒険してた一人で。危うく流されそうだったからねあれ。そうなんだよ、海の中めっちゃよく見えるな。すげえ、魚もいる。うん。お、デートじゃん。スズ君？いや、声かけていいもんかちょっと迷ってたんだけど、楽しそうだからさ、よかったぜ。スズ君、私が日陰でじっとしてたから気にかけてくれたんだな。 ありがとう、スズ君。うんうん、こういうのって一人ですげえすげえ言ってても寂しいからな。いやわかる、いやわかるって言いながら私一人で言ってたわ。一人でボート漕いで言ってたな。よっしゃ、もうちょっと沖まで行こうぜ。流されんなよ、無人島漂流編とかやめてくれよ。すげえな体力、そこまでね、こういう体力がねもう腕ちぎれそうになるからね。楽しかった、こんな風に海で遊んだのは久しぶりだな。あ、温泉パート来ます。これ温泉を我慢しようってやったらどうなるんだろうね。これなんか別ルートの時にちょっと見てみよう。温泉にさすがに行きます。誰か入ってきた、来た。あれ、立花。本日のメインイベントやんこれ。本日のメインイベント、温泉イベントです。行きましょう。スズ君だ。お前部屋の風呂で済ませてると思ってたわ。この時間に入ってたんだ。いいよな温泉、怪我にいいらしいぞここ。スズ君どんどんこっちに来る。今は真っ暗だけどさ、朝は海が見えて綺麗なんだぜ。おお、待ってましたってなってるよな。俺朝のランニング後に入るんだけど、人も少なくて貸し切り状態だぞ。お前も入ったらいいのに。よっと。やっぱこの感じだとさ、スズくんが、まあ、美月の場合はもうこの時点で
女なんじゃないかって感づいてるって感じはあったけど、スズくんの場合はこの時点でもどう頑張っても女だとは、いや女っぽいなとは思ってるんだけど、まさか本当に女だとは思ってないって感じの入り方だよねこれ。もしちょっとでも思ってたら、スズくんだったらここためらうと思うもんね。入ってもいいのかよみたいな感じでなりそうだから、このためらいなく入ってくるってことは、ここの鈴くんは間違いなく男友達っていう認識ってことな。でももうなんかこう異性的な気になり方もしてて、ちょっと複雑な感じなんだろうな。鈴くん隣に来ちゃった。うわーすごっ。あれなんか美月の時よりも、美月の時よりも肌色目好き多いな。てかキサちゃんの、キサちゃんが過去一で脱いでるんだけれども、顔すごっ、近っ、すごっ、近くね。これはバレるでしょ、これはバレ必死やろこれ。なんか美月の時って結構背中合わせみたいな感じだったけど、これはバレでは完全に見られてるやん。これはバレやろ。いやマジでさ、鈴って高校生の体つきしてないよね。こんな小さいタオルでどうするんですか。ネジ先輩のジャンヌの時みたいな体型だったら隠しきれないよ。慌てたら怪しまれる。落ち着いて。いや落ち着いてられますかこれ。センシティブすぎる。 YouTube 君耐えてくれ。 YouTube 君耐えてくれ。ちょっとひさちゃんちょっと隠しとかなきゃ、これまずい。照明は暗いし湯煙も濃いから、じっと見られない限りは大丈夫なはず。湯煙薄そう。しかし橘の風呂姿って貴重だな。まあな、いつも一人で着替えもしてるし。うって毒を盛られた橘キサみたいになった今。まじまじと見られてる。あーここちょっとクイックセーブしますね。あまり見ないでほしいとお願いする。じっと見つめ返す。あ、最終的に見つめ返してみようかな。鈴くんならはっきり言った方が伝わるはず。ごめんね、なんだか恥ずかしいからあまり見ないでほしいな。おえ、あーそっか、あれデリカシー。あーそうだよな、お前ジャンヌ顔だから。ジャンヌ顔、風呂に入ったらジロジロ見てくるやつがいるんだろうな。俺も入試で初めてお前見た時、まんま女じゃんってジロジロ顔見ちゃったし。いやもう初見からめっちゃ近かったしね。風呂になると余計そうか。あーなるほどな、そっか。おーなんだ急に照れくさくなってきたぞ。ねえでもさ、普通にすごいと思わない？キサちゃん、あーでも兄がいたからかな。この至近距離で同級生の男の子がいたらやばいバレるとかよりもさ、照れて見れないとかじゃない？なんかだってさ、キサちゃんは自分が女だということをバレないようにさ、大事なところちょっと隠すんだけどさ、多分あのすずくんってさ、普通に入ってくるときタオルとか使わないで入ってきそうだからさ、それ普通にこうやって見返せるってすごくない？お兄ちゃんがいたからっていうレベルじゃなさそうなんだけど。これ俺先に上がる。おえ、でも今入ったばかり。お前も他のやつが来る前に上がれよ。じゃあな。あれこれクイックロードかな。うん、なんか堂々とそのまんまタオルとか使わずに入ってきそうな感じはするよね。じっと見つめ返します。見つめ返すくらいの方がいいかも。気づかれないといいけど挑戦者。おお、すずくん顔背けた。よく見れるな。どうしたの。いやなんか遅いなお前ちゃんと飯食ってんのか。女の子相手だったらそれはモラハラないよ。鈴くんほどじゃないけど食べてるよ。おそうだな、そっか。オニキスの奴らがお前のことジャンヌとして欲しがってたのもわかるわ。お女にしか見えないって言われてるぞ。お前顔だけじゃなくて
雰囲気もちゃんとジャンヌっぽいっつうか。雰囲気。俺先に上がる。ここに繋がるんだ。へえ。でも今入ったばかり。お前も他のやつが来る前に上がれよ。じゃら。おお、他のやつが来る前に上がれよって言ってくれる。あ、うん。まるで乙女ゲーだな。助かった。助かったね。よかったよかった。いや、いいじゃないですか。あ、これで鈴くんまた行きますか。これでまた鈴くんルート行きますか。はいはい。立花。あ、風呂場じゃ悪かったな。あ、すいません。どうも。その説はお世話になりまして。うん、こっちこそ。気を使わせてごめんね。いや、別に。あ、で、こういう話が聞けたのか。なんか言おうか。こんな時間にどうした。で、この前までのセリフが風呂入一緒に入ってると追加されたみたいな感じか。ちょっと寝つけなくて。俺も妙に目が冴えちまってるわ。お、中入れよ。うん、ありがとう。なんかドキッとしそうだな。さっきまで裸を見合っていた二人の個室同士ってなんかちょっとドキッとする。あっという間だったな合宿。ドキドキイベントやんけこれ。初日がめちゃくちゃ遠く感じるわ。公演あるときは演目内容に合わせて稽古してたけど、夏合宿は今の自分に必要なことをやれた気がする。ああ、鈴くんルートは乙女芸っぽいって言うもんね。ショートショートの演劇も面白かったしさ。夢食いバクと僕。うん。鈴くん、またやりてえな。まあ君たちには2年3年もあるさ。何を。主役。ああ、でも2年3年になったらカイト先輩が卒業しちゃうから、ここ使うってわけにはいかないのか。夢食いバクと僕は2人劇でどっちも主役だったろ。演じてる時新人公演のことを思い出したんだ。俺がジャックエースでお前がアルジャンヌ、二人で主役。うん。あの時は必死だったし、自分の力全部出し切ったけどよ。夏公演でフミさんとカイさんがクラスの先頭に立ってみんなを引っ張ってるのを見て、俺まだまだなんだなって。まだまだか。なんつうの、このアルジャンヌとジャックエースなら絶対いいものが作れるって安心感。そういうの全然足りてないよな。あ、周りに支えてもらって主役やれてたんだ。ここからなんですけど、ね、だから俺フミさんやカイさんみたいにクラスを引っ張っていける主役になりて。まだまだ力不足だけどさ、譲ってもらうのは性に合わねえんだ。先輩たちがいるうちに絶対掴んでやる。鈴くん。うん、鈴くんならできるよ。おい、何一言みてえに言ってんだよ。お前もだぞ。そうだぞ。お前も主役目指さなきゃダメだろ。ライバルなんだから。そんで、ライバルって言うね。また一緒に主役やんの。新人公演の時よりもパワーアップしてさ。そうだね。そうだね。ああ、なんか熱くなってきた。ちょっと外歩かねえか。いいね。うん。今日は、おー、すっげえな。こんなところもあったのか。この背景見てないかも。私見つけルートの時、立花はどっちやることになるんだろうな。ジャックとジャンヌ、お前ならどっちもちゃんと演じられると思うぞ。なんか親密度があったら実はこの追加シーンがありますみたいな感じなのかな。俺にはできないこと。私この時フミさん選んでたからたくさん見せてくれよな。俺が悔しくなるくらいさ。そしたら俺もっともっと頑張れっから。俺もお前にとってそんな奴になれるように頑張るぜ。すげえ。合宿もこれで終わり。終わった。鈴くんの期待に応えられるように私も頑張ろう。終わっちまったのか合宿。え、俺たちの夏は終わったのか。あ、本当に終わっちゃった。はあ、というわけでここまでが夏合宿編と夏公演編一気にやりましたけれども、ありがとうございました。じゃあこの後が、秋公演とかになるのかな。じゃあちょっとここから先はまた別日に、ちょっとね時間もいい感じになってしまったので、今後にしようかなと
思います。もしね今日楽しんでいただけましたら、ぜひ高評価ボタンなども押しといていただけるととても励みになります。今回から最初にね説明もしたんですけれども、既読スキップ機能を駆使していくということに、してみまして、未読ストーリーと、まあ今日はね夏公演本番を中心に読んでいくって感じにしたんですけれども、まあテンポよくできそうな感じかな。まあなんかこういう感じがいいなっていう、感想ご意見などございましたら、ぜひコメント欄に、終わった後ね書いといていただけるととても助かります。うん、スキップ機能を使って、まあ基本的なねストーリー既読部分に関しては初見の時にまあ読んだっちゃ読んだから、どうしようかなーって悩んでましたけど、まあいろいろとねこう2週目以降のジャックジャンヌは試しながらやっていこうかなと思うので、まあまた時間があるときにね秋公演編以降できたらいいなと思います。はい、というわけで本日もし初めましての方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。10万人登録を目指して頑張っていきたいと思います。それから昨日は、ショート動画投稿しましたね。 TikTok にも投稿しました。それから、Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。明日がツイステの、ディアソムニアの量をのパソストを読む、だからパソスト編明日がラストですね。ついにディアソムニアのも読んでパソスト全制覇になるかなと思います。明日も21時からお付き合いいただければと思います。というわけでお付き合いくださりありがとうございました。おつかのーん、おやすみなさいませ。またな。いやいいね、乙女ゲーやってる感じがあってよかったと思います。夏公演、夏公演やっぱ好きだな。ウィークエンドレッスン、ではおやすみー。